ざっと、皆さんちょっと紹介させていただきます。ザムさんお願いします。あれザムさんいないかな。ザムさん、あ、多いから。あ、今ちょっと切れてましたね。よろしくお願いします。ザムさんお願いします。すいません、お願いします。そしてココレモンさんお久しぶりです。お願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。続いてフルコンさんお願いします。よろしくお願いします。フルコンです。そしてバブリーナさんお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そしてマオさんお願いします。はい、マオと申します。お願いします。お願いします。フトンちゃんさんお願いします。はい、フトンちゃんです。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてヒラスさんお願いします。はい、ヒラと申します。よろしくお願いします。お願いします。そしてひつぎさんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。そして、ここから初めましてでございます、玉木なるみさんお願いします。ナミです、ごめんなさい。あ、ナミさんごめんなさい。玉木なみさん、はい、初めまして、玉木なみです。よろしくお願いします。お願いします。そしてレイさんお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。レイさんはオープンレク、はい、これがレイさんはそうです、立ち上げ初ですよね。はい、初めてなんですけど。おめでとうございます、立ち上げ。すいません、配信できてるか全然分かってないんですけど。あのね、配信できてるかどうかは分かんないですけど。書いてますね。あ、本当ですか。私あ、でも今消えました。ひつぎさんでした。あ、消えました。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。よかった、よかった。あ、すいません。レイさん、疑ってすいませんでした。いやいや、至らない点が多いので。スピーカーから出ちゃってました。ごめんなさい。あるあるですね。あ、よかった。配信できるみたいです。あ、本当ですか。よかったです、よかったです。お願いします。さて、早速ちょっとウォーミングアップがてら行きますか、一戦。早い。でもね、早いですね。あと一人、お部屋に入ってらっしゃらない方が、はい、私ですね、多分それ。レイさん。はい、またレイさんかよ。あ、そっか、さっき違う。これだから素人は。あ、申し訳ない、申し訳ない。早い、早い。ボルト Z、ボルト Z。あ、違う。ちょっとコード言わないでください。コードは内緒で。はい、貼り付けの方法忘れてて。あ、全然ゆっくりで。大丈夫です。あ、待ってください。あ、ごめんなさい。失礼します。失礼しました。コードが配信に移っちゃった。ごめんなさい。そう、マオが。みんなが。ありました。ありました。これダメだ。あ、ダメですか。すごい。ダメだ。いや、入れてるんだ。わちゃわちゃしてますね。はい。いる？いる？11人いますね。あ、います、います。レイさんいる。いますね。水色の。違う、待ってくださいね。これいます。ハートの。まさか。よしよしよし。ハートの。あ、よかった。これ、ちなみにこのゲーム初めてって方いらっしゃいますか？あ、はーい。いや、絶対嘘でしょ。嘘がおる。嘘やめて。ほぼインポスターが。ここでも初めてです。早い、惑わされる。いや、絶対みんなあるでしょ？ここにいればいい。あ、やばい、俺もコード出ちゃってる。あ、みんなちょっとみんな初歩的な初歩的な、このね、下に出るからね、この下にね、そう、下に出ちゃってる。これ下に出ちゃう時って顔をそこに置いとけばいいみたいとか、なんか画像とか、まあ何でも何でもないです。画像とか置いとく。やばい、下に出ちゃってる。俺今気づいたの。これどうしたらいいですか？これがコード消す、コード消す文字とか、青のボタン押してみてください。青のボタン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 って何ですか？どれ？これってボタン。どこでしょう？こうしとけんか。これもみんなしないのかな。みんななんかコードのところに画像ワイプじゃないか。置いてますね。はい。私ワイプ置いてみました。あ、僕も自分の。はいはい。ナイスナイス。ナイスナイスです。ナイスナイスです。いや、私皆さん初めましてだから、なんかインポスターになってキルできないかも。そうですね、平和かもしれない。またなんかここでちょっと好感度上げて、好感度上げて。3人インポスターいますもんね。3人多いですよね。ねえ、そう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 。まだあれですよね、ルール言って言いましたっけ。もうルールお願いします。お願いします。
願いします。ルールは誰が回すか決めました。誰が回すか決めてないから。はい、じゃあフルコンさんお願いしますよ。ちょっと今日はインポスターが3人いますと。多いな。ヒルクールダウンが35秒とちょっとだけ長めなんですけど、うん、あまりにもインポスターが強かったら後で調整しましょうという。はい、はい、なるほど。つまり11人の状態からインポスターが3人いるので、それぞれがキルして3キルになると8人のインポスター3人でもうほぼ最強なんで、もうつけないと終わりみたいな、なるので、すごい展開早いと思います。ちなみになんですけど、タスクの数っていつも通りですか？めっちゃ多いですね今日。あ、うん、あ増やせるんだ。ショートタスクも結構多いですね。いつもですよね。いくつかわかんないんですけど、これはマックスタスクですね。ロングも3つ。ほうほうほう。これもまたなんかバランス調整していきますか、やりながら。はい。そうですね。お願いします。だからインポスターになったら誰がインポスターか、仲間のインポスターちゃんと覚えておいた方がいいですよね。そうですね。覚えておかないとね。そうですね。見逃しちゃうんだよな。あ、誰だっけみたいな。あ、じゃあこれってトリプルキルができるってことなんですか？そういうことだよ。そういうことですね。やば。大変。オッケー、じゃあ行きますか。はい。わかりました。はい。開始をします。お願いいたします。はい。了解です。お願いいたします。お願いします。ミュートします。あ、そうか、ミュートか。ミュート、ミュート、ミュート、ミュート。みんな食べちゃうぞ。誰の声だ。よし、じゃあ行きましょうか。早速インポスターですね。どうも皆さんこんばんは。聞こえてますでしょうか。久しぶりのアンマンガスなんだよ。で、今回3人いるって言ってたから。ね。ここでもし今3人、あ、オフ、オフ、オフ。魔王さんとじゃないですか。こんないっぱいいてさ、おはよう。いいんじゃない？ありがとうございます。はい。あ、みんな生きてた。ナイスボタン。みんな生きてますね。生きてる。よかったです。平和だ。押してくれたの誰ですか？あ、フルコンがボタンを。フルコンさん、あー、どうも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 。ありがとうございます。まあ、死んでなかったんで、よかったですね。平和だ。生存確認。生存確認。怪しい人います？生存確認です。早い早い早い。怪しい人。フルコンさんが押したんですよね。はい、フルコンさん押しましたね。これフルコンさんが押したってことはもしかしたら、はい、演技の可能性もありますよね。まあ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 、まだまだまだありますね。はいはいはい。僕見た目はヒラが一番怪しいと思う。なんで？どう見てます？なんで？見た目怪しいの？見た目？あ、まあ確かにね。言いがかりもいいところですよ。フルコンさん。言いがかりやけど。見た目でやられちゃう。怖いよ。それ面白いですけどね。じゃあスキップですかね。これお願いします。なんか布団さんが画面見えてないってファンの方すいませんすいません、今あれしました。今つけました。あ、え、これ誰誰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 か入れてんな。ちょっと俺の愉快犯七味の皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。頑張りましょう。まあ今回はあれ、あかん、え、サボタージュ使うか。魔王さんとザムさんとあ、これいけんじゃねえ、ダブルキル。怖え、怖えな。わ、右側にいっぱい固まってんな。いっちゃうんじゃねえこれ。おい、いっちゃ、でもこれ単独で、エコさん、エコさんこれやっちゃう。エコさんこれ、あっ、びっくりしてんじゃない？びっくりしてんじゃねえかな？ちょっとサボタージュ、おつ。あ、やべえ、めっちゃついてくるんだけど。もうめっちゃついてくるじゃん。あっ、やったやったザムさん、やったよ。やばいやばいやばい。ちょま、これは、一旦離れの。
栄光さん行った。よし。お、うわ、あれ？うっそ。あれ？栄光さん市民。そんなあれだ、栄光さんも市民の皆さん頑張りましょうって言うから。うっそ。アピールしちゃったか。ちょっと今見つけたんですけど、どこですか？はい、今の緊急タスクあったアドミンの方で、アドミン、はいはい、フルコンさんの下半身がありました。嘘、アドミンか。さっき私ナビゲーションでタスクやってる時に、あ、私バブリーナですけど、はいはいはい、ですね、あれ、ヒラさんいらっしゃいましたよね。ヒラとバブリーナさんと、ひつぎさんと、あと布団さんもちらっといたような、はい、そうですね、はいはいはい、はい、まあ、でも結構後の方なんで、まあちょっと布団さんは、うん、あれですか、その前にフルコンさんをお見かけした気がしたんですけど、うんうん、私そうですね、でもアドミンで死んでたってことは、まあ、うん、その辺移動されてるんだなっていうのは、そうですね、うん、今多分タスク解除してくれた後っぽかったんですよね、あらあらあら、位置的に、うん、なるほど、まあ怪しいんですけど3人もインポスターいるから、うん、バブリーナさんと僕はお互い一応白出しはできる状況ですね。ほぼ一緒にいたので、うん、はい、なるほどなるほどなるほど、栄光さんはどこで、どこだろう、栄光さん本日の主役はどこで泣きがらを、左に行った人、左僕行きましたよ、私メドベイまでです、ナミタメドベイまで、はい、自分はストレージからリアクターで途中あの監視カメラチラチラ見てたの自分なんですけど、ついてました、そのあたりには多分栄光さん来てないと思いますよ。栄光さん他に見かけた人いますか？いや見てないな、見てないです、見てない見てないですね、見てないです。多分マオ君も近くにいたけど多分見てないと思う。セキュリティでリアクターで一緒に当たったけど、うん、マオじゃない、ここでもさ、あー僕ストレージとロアエンジンの廊下あたりでザムさんと、だから一応二人では保証できる、はい、近くにいたのがここでも先輩、うん、そこで一緒になりましたね。じゃあまあ左で殺人が起きてると思うんで、ちょっとザムさんとココレモンさん怪しめかなと思うんですよ。なるほど、まあ僕目線だとね。でもあのザムさんとココレモンさん目線だと、うん、実はヒラとバブリーナさんとあと1人誰かが、まあ、右側で、そうっすね、ボタンじゃあ、あの通報した時の死体消しとか、はい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 、そういういろいろ推理はできると思うんですけど、ちょっとザムさんとココレモンさん怪しめかなと思います。おろ、はい、左行ったなら、はい、左、うん、近くにいたっていうのであれば、まあ栄光さんの容疑で左側の人が怪しいってこと、うん、ありえる、うん、そうでもこれフルコンさん誰殺したのかな、見かけた人いないかなって感じですね。そうです、アドミンの、うん、はい、見てないですね。トリプルキルされたら次終わりですよね。そう違う、あ、そうなんですか。9人だから、9人だから、大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫、ギリギリ、次トリプル入ったら負けです。トリプル入ったら負け、全然誰か分からへん、全力で応答しますね。市民の皆さん頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう、トリプル入ったら負け、怖い、ミュート、あ、ミュートです。いや、あそこね、俺見てないで通したかったんだよね。ザムさん LINE 繋いできたから繋いじゃった。いや大丈夫、いやどうかな、ありがとうございます、よかった、はい、よかった、危ない、なんか洗います、怖かった、ありがとうございます、はい、怖かった、釣りたいな、そうですね、釣りたいですね、はい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 、はい、でもとりあえず最初左に行った人の中で結構怪しいと思うので、はいはい、ま、あれ、マオくん、あ、レイさんとマオくんとナミタスさんのルートは、うん、はい、うん、教えてもらいたいですね。私は一番最初、はい、ウェポン通ってナビゲーションとか O2 あたりのタスクをやってて、そこでバブリーナさんを見て、うんうん、ナビゲーションでマオさんを 見たはずです。一番最初はそうですね、うんうんうん、なので2人はまだ1回も行ってないです。ナビゲーション最終位置がナビゲーション、最終位置はどこ行ってたっけな、右回りで下の方に行ってたかもしれないです。なった時、うん、はい、うん。右回り。右回り。下の方ね。下の方に。シールドぐらいってこと？かな、はい。多分記憶が正しければ。ほう。ナミタスはアドミンの方行ってカードストラッシュとかやってメドベイ行ってやってる頃に O2 のあれが警報が鳴って、でアドミンの方行ったらもう
態があったっていう感じですね。警報が終わった。マオです。マオは、最初にアドミン行ってアドミンを見ていて、まあいっぱいいるので無理だなと思って途中で諦めてエレクトリカルの方に行ってタスクをやって、そのタイミングあたりで O2 が鳴ったんですけど、まあいっぱいいるからいいだろうと思ってエレクトリカルのタスクを終わらせたあたりで通報された感じです。ほう、まあナビゲーションもそっか、弁当なあるからな、アドミンの近くに。そうですね、ねえ、どうは絞り込みにくいな、3人もいた。3人いますもんね。でも怖いな。左側、そのアドミンを止めに行ってくれた人っていうのは、じゃあフルコンさんしかいなかった感じですかね。自分はセキュリティにいたんで行ってないですね、アドミンの方。結構遠かったんで。そうですね、ちなみに僕はストレージの方に行って止めに行こうとしてでなった感じですね。なるほど、はい、自分もあれですね、ストレージ行って止めに行こうとして、でちょうど確か平さんとかとすれ違ったのかな、O2 が終わった。そうですね、はい、多分その前にココレモンさんと多分一緒に作業してたんですけどね。はい、そうです、はいはいはい、アドミンか、ごめん、アドミン、アドミンで、そうですね、そうそうそう、はい、アドミン、アドミン、アドミン、あれアドミン、アドミンめちゃくちゃいいね。最初は結構いましたもん、ね、ちょっと前の方ですけどね。はい、あ、結構前、あ、やばい、どうしましょう、やばい、どうしましょう、わかんないですね。全然わかんない。わかんない。マジでわかんない。全然わからない。全然わかんない。絞り切れ。なんか今の感じ聞くとすげえアドミン多く感じる、なんか。そうです。ほらあたり。いっぱいいる。あんまし。あれでも直したのってフルコンさんなんですよね。そうだと思います。そうかな。ミュートします。ミュートです。これ来ちゃったね、これな。はい、トリプル、トリプル行きます。3人で固まってトリプル行きます。いっぱいいるな。ちょっと2人で行けそうなら行くし、ダメそうだったらあの白角を取りに行きたい、誰かと一緒にいて。どうしようかな、原子炉なんかやっちゃったりして。行く途中で行っちゃう、行っちゃう、あっ今、あ、オッケー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 だけども、ちょちょ、俺がバレそう、俺がバレそうだ、離れるよ、よしよし。誰かと一緒にいるの、ちょっとアリバイ作っとこう、見つかる前に。なんでも真央さんと一緒にいてもダメなのよ。ウェポンで、でも真央さんと見たと。え、マジか、びっくりした、今トンちゃん見えてないのかと思ってた今。いやいやいや、見えてました、見えてました。おー、今ね、今ちょうどイグザムさんと行動してたんですけど、はいはいはい、はい、今リアクターからロアマネさんとフトンちゃんと自分で行ったら、そう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 、ストレージの、エレクトリカルに近い側の方にはい、ボブリナスの下やりましたよ。え、あ、そんなとこに。そう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 、ストレージ、まあ、ストレージですね。ストレージの方にあったかな。ストレージの一番左下ですね。紫ですもんね。そうそうそう。で、まあ、はいはいはい。まあ、そうですね。まあ、自分発見したんで、はい、まあ、ほんと周りには、イグザムさんと、あと、ナミタさんがいたっていうのと、多分、イグザムさん作業してるのかなって感じでしたけど、まあそうですね、リアクターの緊急を知ったらロアの出し入れで、そうそう、ちょっとお互い一瞬警戒しましたよね、あれってやべえって。そうそうそう、だけど俺が詰められるやつやんと思って、俺ちょっともう賭けに出てイグザムさん信じますわ、あれは多分作業してる動きだったと思う、多分布団ちゃんとナミタスさんも違うと思う、なんか、そうですね、あれどっち、インポだったら絶対ね、やってましたからね、多分。なるほど、確かに行かないと思うんだよな、インポスターだったら、だからちょっとここかけてナミタスさん、イグザムさん、俺はちょっとごめんなさい、ちょっと強気に白で行って、他ちょっと怪しみの人突っとかないとまずい、今は釣らないとやばい、釣らないとやばいですね、色証明したいけど何も言うことがない。さっきリアクター私左回りましたテリアから左回りで下降りてったんで、ストレージの方までたどり着いてないんで、ストレージ通った人いますか、なんかストレージ
バブリーナさんって最初アドミンいましたよね、確か。一緒にアドミンになんか 4,5 人ぐらいいたような気がする。リンチしてたんじゃないのこれ。リンチしてた。4,5 人ぐらいいて、その後リアクターが鳴って、バブリーナさん多分ストレージ側から向かったと思うんですよ。僕上から行って、で、人数多かったんで、あ、もういいかと思ってメッドベイでタスクをやったんですけど、だから下回りで、そうですね。緊急なった時とか。どなたですか？僕とバブリーナさんと、誰いたっけな？私は上です。僕も途中までいましたね。ストレージ。皆さんも上から一緒に行ってた気がする。え？ん？セキュリティ？鳴る前、リアクター鳴る前とか。リアクター鳴る前、あれ？鳴る前は多分アドミンあたりかな。ああ、そうだ、いたいた。でも、どうしたよね、え、ちょっとどうしましょう、釣らないとって感じで。そうですね。俺ね、ちょっとね、少し、ひつぎさんずっと黙ってんすよね、さっきから。いや、情報ないっすか？はいはいはい。情報ないっすか？いや、もう、入る隙がなくて。いやいや、なんか、全然見たもの。僕はリアクターに行ったら、ちょうど終わっちゃって。うん、終わりましたね、すぐ。で、あー、なるほど。はい、どうしよう、どうしよう。どうしよう。え、わかんない、わかんない。いや、やべえ、なんか、なんか、悪者になってね。あれ、フルターに入ってる。これは、あ、見つけた。ちょっとやばいっすよ、これ。やばいですね。参加でーす。お願いします。いけるね。いけそうだね。みんな様子見してるから。タスク終わったんでぐるぐるしてましたっていうのやってもいい気もする。はい、いっぱい来たよ。みんなこっちだよ、言うて。ここ二人。やってるふり。わあ、めっちゃ会議するじゃん。じゃあみんなナイスです。生きてた。ナイスです。いけ、このボタン白いね。ナイスです。あれ、ナイスボタンです。ありがとうございます。ボタンです。さっきの一票、実は僕です。イグザムさんに入れたのは。で、理由があって、まあちょっと不安定した疑いなんですけど、前回、栄光さん誰も見かけたことがなくて、はいはい、で、イグザムさんとココレモンさん、2人、ちょっと怪しいって僕言ったじゃないですか。はいはいはい。で、多分その左側でエイコさん死んでて、でエグザムさんとココレモンさんが多分グルでその一緒にいたって言うんでしたら、まあ多分死体スルーしてる可能性があって、あ、で今のキルも多分エグザムさんが殺した後こっちに戻って、そうですね。で、ナミタスさんとフトンさんが白だと思い込んじゃってるのかなってちょっと。あ、なるほど。殺したっていうのは、はい、いや、うん、ちなみに、はい、その一番下に近かったのはフトンちゃんだったよ。でも多分、いや、うん、多分そしたら僕が気づけると思うから、うん、多分それはない。さっきもあれ結構前だと思うんだよ、死んだの絶対。結構前。ああ、うん、多分前ですかね。そうそうそう。リアクター直した時ぐらいにも死んでるんじゃないかなぐらいの勢いだったよ。思った時だったし。そっか。ダムとフトンちゃんさんが発見した時のこと、もうちょっと詳しく。うん、緊急タスクリアクターでなったじゃないですか。うんうん、でその後普通にロアーストレージまでの流れで、3人一緒だからそんなに深いことないけど、ナミタスさんと俺とイグザムさんココだったんですよ。本当ココで、で3人ちょっとぶつかって、やばい、これちょっと怖いなってなりましたよね、あそこで。怖いなってなって、まあでも絆が生まれましたね、あれは結構。3人やってこれ大丈夫だろって、うん、なんかちょっと分かったけど、下に見つけてみんな寄ってったから、で今ココレモンさん違うなってなって、ココレモンさんとイグザムさんが多分今緊急タスクいち早く今直してたんですよね。多分どっちかは絶対シャロなんで、でもちょっとよく喋るな平さんって感じ、俺からすると。まあなんか、はいはいはい、平さんなんかちょっと、すると、じゃあ、はい、さんとココレモンさんとフトンさんが黒だなーっていう風になりますね。僕は平さんの味方誰かいないですか？味方の方が怪しいから、最初のなんかアドミンの、バブリーナさんが最初白立ちしたのに死んでしまったんで、はい、うん、いやいや、それはちょっととりあえず今生き残ってる中で平さんのなんか味方いないですか？じゃないとちょっともう、じゃあもう、じゃあ、そしたら3人いるならもう、僕は一回平さんよく喋るし、ちょっと思い切って言っちゃってもいいと思う。ここ誰かが悪者にならないと。ザムさん釣ってほしいっすね、なるほど。いや、ここは一回行きましょう。めちゃくちゃパッション出してる。いや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 、ここちょっとギャンブル出ないといけないとこ。信じて、じゃあ、キラコに。よし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 。信じますよ。いやいやいや、あなたでしょ、平さんから喋ったでしょ。いやいや、なんか、おい、ここで布団ちゃんじゃなくて、わかんない。
おい、なんか怪しいな。ちょっと待って、どっちや。怖い怖い怖い、大丈夫大丈夫大丈夫かな、これ。怖いよ。許しますって、わかんないな。わかんなす。怖いね、怖いね。ここ3人で最後トリプルキルいっちゃってもいいんじゃないかいねえ。ダブルキルでもトリプルキルでも何でもいいんじゃないの、これ。あと何人 ?6 人でも完全にふとんちゃんさんは俺とザムさんのどっちかにいる、あとは信じてるから、どうしようかな、ちょっと。人間不信だろう。やったー、マジで。ごめんなさい。ヒロさん、まさか。ヒロさんは、いや、もう僕白っすよ。いや、どんちゃんさん、うわぁ、これもできないもん、怖い。足なのに。うわぁ、大丈夫。なるほど。あ、おはよう。うわ、わかんなかったな。インポスターは4人いると。すごかったんすよ、推理が。当たってたんですね。めちゃくちゃふわっとした感じですね。やっぱ3人もいたら死体スルーとかなんかそういう余裕ある行動できちゃうと思うんで。確かに。ザムさんとココレモンさん、これグルかなーってなんか左にいた人たち、その人。そう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 。いやー。これで俺やられたんすから、グルコンさんとザムさんに。そうなんですよ。僕が栄光さんを見つけ、グルコンさん噛んだ人誰ですか、マオくんやっぱり。あ、俺俺。あー、やっぱ、そっかー。なるほど。マオくんぬるってきたもんな、ウェポン。しいな、結構遅れてきたよなって僕栄光さんを見つけて食べようかなと思って、あの迷ってたら、はい、ザムさんががっつり食べたっていう。カサメはもう大丈夫やろって。またね、布団ちゃんがいいかき回し方したんです。いや、これはだからもうインポスターだと思った。そうですね。布団ちゃんが急にこの村に白い。やっぱね、狼が4人いるんですね。4人いました。面白かった。全然忘れました。じゃあバブリーナさんを噛んでこっちに来たってことですか？いや、バブリーナさんは俺じゃないですよ。あ、ちょっと、マオさん。あ、そっかそっかそっか。そうなんだ。はい。ああ。だから、そうやろうかなと思ったら、紛れはなくて、バブリーナさんだけ死ぬはめ。あ、なるほど。強かったなぁ。そうなんですよ。美味しかった。こんなにたくさんいるのに、殺される瞬間とかあるみたいな。そうなんですよ。ああ。誰だと思ったものって殺したやつ。いや、僕はもう怖くて誰も殺せませんでしたからね。いや、ちょっとひなさんごめんね、本当にバチバチしないでね、本当に。はいよ。してないしてないしてない。あ、早い、本当だ、一人。俺が言ったかった、ごめん。あ、映っちゃった。うわー、映っちゃった。でもやっぱり3人いるとなんかこう展開があって面白い。そうですね。はい。わ、難しい。難しいね。難しいですね。難しい。推理が雑なんで、布団ちゃんさんが疑うのマジで仕方ないんで、本当申し訳ないです。いや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 、もうずっと突っ込んでなくてすいませんって感じです。もうほんまに。そんなことないっすもん。誰もいなかったら面白かった。僕の仲間いないっすね。誰もいないっすね。ちょっともう一発いきますか。あ、そうですね。行きましょう行きましょう行きましょう。行きましょう行きましょう。あったきましたわ。とりあえず、はい、大丈夫です。まだ大丈夫ですかね。もう一回やってみましょうか。はい、はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。お願い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 します。ミュートします。ミュート。次こそ食べちゃうぞ。あ、いや3人、俺結局何も平和主義だからね。うん、平和主義。でも逆に良かったんじゃね、全然怪しまれないムーブで。ナイスでーす。ナイス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 でーす。はい、ナイスでーす。はい、元気でーす。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 元気で
めっちゃ右に来てましたね。もう僕はみんなについてきますんで。ちょっと僕あの布団ちゃんさんをマークしますから。なんで？なんで俺なんすか？なんで？まだ。それぜ一緒に行動しましょう。あでも一緒に行きましょう。はい、お願いします。ちょっと怪しさ抜群なんで。なんで？それ前回の実績か。僕が死んだら布団ちゃんさんだと思ってください。わかりました。前回の実績からそんな。やりづらいね、それはそうなんだろうな、多分。ねえ、うん、これで2人とかだったらちょっと怖いですけどね。確かに。あ、エグゾに入ってる。なんで俺の人は入ってるの？喋るよ。2票。2票なかなか入った。2票入った。布団ちゃんじゃないかな。はい。おたまり。よし。あれさっきのわ98%まで行ったのにあるよね。あのゲームとかでさダウンロードしててなんか急にエラーとかなってさ残り1秒っていう時にわまたかよヒラさんわかんないんだよな。まあ一応いるか2人でタスクやりつつなんかやっぱ3人だからねタスク多いらしい。タスク勝ちとか難しそうな気もするけどね。フルコさ怖えな。あ、でもやってる動きだね。二人白なんじゃないかって言ってこう、二人ギュッギュッって食われたら俺、怖いんですけど。どうも皆さんこんばんは。おっ、おん。やられてる。なに？うわ、右側ですか？あらららら、どうだろう？やったなこれ。やっちゃった。説明します。ナビゲーションで棺さんの死体を発見しました。はい、ナビゲーション。僕の行動を先にちょっとだけ説明すると、最初アドミンを見ていたところ、全員が右に行ってました。左ゼロでした。はいはい。左ゼロで最後ストレージぐらいになって、で、はいはい、ストレージで棺さんを僕見てます。その後、アドミンからストレージに下がって棺さんがいるのを見て、で、おそらく右回りでナビゲーションに行ったと思います。あ、そうです。私ナミなんで玉木なんですけど、シールドで引とあとレイさんが一緒に右に流れていくのをその辺ですれ違ってますね。そうですね。ギリギリまでは行って、多分ナビゲーションの方にこう行かれたのを見て、私はウェポンの方からカフェテリアの方に行ってたんですけど、はいはいはい、だからこれまでは誰もすれ違ってないので、あれ？ナビゲーション僕結構ヒラです。結構ナビゲーションと O2 行き来してたんですけど、はいはい。フルコンさんとザムさんとあと最後マオくんとすれ違ったんですよ。この辺はい O2 に行って、はい、ザムくんも O2 でちょっとちらって見かけた後ナビゲーション側に行ったりしてたんで。自分の行動から言いますね。じゃあ、はい、カフェテリアでロングタスクやって、ウェポンのタスクやって、で O2 でヒラくん見て。でナビゲーション見ずにシールドの方に流れてったって感じです。で最後コミュニケーションとシールドの間ぐらい。だけどその間に誰ともすれ違ってない、ヒラ君以外。ザムさんがナビゲーションの方向から最後に降りてきたのは見た。で見た。それよりも手前にそれは布団ちゃんさんが栄光さん殺さないか、布団ちゃんと栄光さんフルコンと、はいはい、根拠のないそうなんかが。あと僕ですね、ここレモン。ここでもです。はい。ここ4人は、ね、無理だと思います。今回無理ですね。シールドに4人でいたんで。まず死体ってどこにあったんでしたっけ？ナビゲーション、ナビゲーションです。右です。そうなんですよね。そこの4人、白っぽいんですよね。ウェポンとシールドでワンチャンベントでナビゲーションつながってるんで、そこでまあキルをしたっていう可能性もあるんですよ。ちなみに魔王ってウェポンの方からナビゲーションで見つけた感じ？うん、俺じゃあ合わないもんな。ひつぎさん見て、でカフェテリアの見てボタン押すかなって悩んだんだけど、ガチガチすぎるかなって思ってやめて、ウェポン O2 でヒラをちょっと見てナビゲーション行ったら下よりけた、見ましたね。はい、わかんないな。でも時系列的に、時系列的に多分その前に私がそのウェポンを通って上に行ってるので、そこですれ違ってないってことはその前に死んでる可能性が高いかもしれない。そうですよね。ですね。ナビゲーションだったら。あれ、布団ちゃんさん、あれなんか、ひつぎさんと、あ、ごめん、もう8秒。あ、もう、はい、誰か一緒に行って歩いてたよな、誰だっけあれ。ザムちょっと怪しいと思うけど。ザムさんは、ザムさん、まあ、再び。
うん、まあ陽元気には入るけど。俺押しますよボタン。お願いします。僕も押しますよじゃあ。いや今押さなくても。あ、うん、いや押した方がいいんじゃ。押そう。詰めよ。だって今結構出てるよね。あ。結構出てるよね今情報がだいぶ。あ怖い怖い怖い。あ違う違うこれじゃない。上だ。あやばい怖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 い。ありがとうございます。ナイスです。ナイスボタンです。ありがとうございます。あれザムボタンとこ行った？ボタンのとこ行った。いやあのお、うん、直らなかったからちょっと戸惑った。あ、うん、一応カフェテリアにはいたよ最後。オッケーオッケー。うんうん、でも最後なんか容疑者として上がるんなら俺ヒラ君の O2 のタスクめちゃくちゃ長くねって正直思ったけどね。いやそうでもないよ、うん、ナビゲーションめっちゃ近いし、ナビゲーションやって O2 ってあのまあタスクやってただけだからまあ普通にそこは時間はかかってる、うん、ナビゲーションと O2 両方やってるから。あとロングタスク俺カフェテリアでやってたからなんか結構ナビゲーションって最初の方に殺されたんじゃないかなと思うけどな。いや結構戻ってた。ただその最もし最初の方だとすると多分中盤から後半にかけてだと思うけど、そうです、ね、誰にも会ってないんだよな、下行くときに、ね、本当に。なんかそう開くんだったら O2 のあたりから。発見される多分ちょっと前ぐらいですよね、多分キルされたの。あ、でもナビゲーションで、あ、でも俺ナビゲーション見てないから、うん、ナビゲーションで犯行行われてるけど見えなくてその上に逃げたんならわからないわ。あ、奥でですね。そう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 。うん、ただ最後なんかナビゲーション出たのが、僕とココレモンとエコさんと、うんあと、フトンちゃんさんとフルコンさんがシールドで結構行って、うん、で、その後、要はザムさんがナビゲーションに行ったって流れですよね。そうなってくると、ナビゲーションは行ってない。取ってない。まあ、通ってないっていう、まあ、そうしか言えないよね。うんうんうん、なるほど。だよね。キラのさ、死体発見のちょっと前の動き教えてもらっていい？あ、まあ、普通に O2 タスク終わって、で、マオ君見っけたからって感じ。いたよね、僕のこと見たよね、うん、そう O2 で見たんだけど、さっきザムがナビゲーションでキラーがタスクやってたって話を聞いて、うん、あ、違う、O2 あ、O2 か、ごめんごめん、あ、そうか、うん、まあ普通に、うん、普通にタスクやってただけだから、うん、あ、そうね、単純に今その怪しいっていうのは距離が近いからってだけ、うん、O2 とナビゲーションタスク、はいはい、うん、まあね、タスクやる時間も長いって、うん、まあじゃあここお互い対抗って感じですね、うん、え、ちなみに、うん、あの、はい、ナミタスさんとバブさんの場所ってどんな感じ？私は、ウェポン側からナビゲーションとかであのエコさんたちもいらっしゃったと思うんですけど、うん、はい、あのナビゲーションでタスクやってシールドからストレージってアドミン行ったんですけど、うんうんうん、その途中で、レイさんとヒツにすれ違った感じだったんですね、うん、左に進んでる時に。そうですね、なるほど、うん、私もあのウェポンからずっと右回りで最後ストレージに着いたぐらいなんですけど、途中で、うん、あのそうですね、先に行ってた感じ、途中で、あのフトンちゃんさんと栄光さん見たりとか、はいはい、あとでナミちゃんにすれ違ったりとかしてます、ね、どうやって殺したのじゃあいやマジでわかんないですよ、多分ベント使って逃げたら多分間違いないと思う、本当にやってないから。ベント使ってもウェポンかシールドしか行けないし、ね、そうですそうですそうです、シールドだと多分俺が見えると思うんですよ、なんか確かに。まあ中盤の中にいる可能性もありますよ。うん、そうです。あ、そっか、なるほど。出てきてない。わあ、全然。どうしたらいいの？開く、一緒に動くかじゃ。なんか、じゃあそうします。それでそれしよう、しよう、それが一番いい。融合しましょう。あと、フトンちゃん、フトンちゃんがあの僕の追跡を巻こうとしてます。これね。怪しい。してないわ。いやもう俺目線だとフルコンさん、フトンちゃんさん、栄光さんは白なんだよね、俺目線だとね。あ、やっべ、ば、え、やっ、え、怖っ、なんでそんな弁当の上にいるの、バブリーナさん、これ食われんじゃない俺ダウンロードしてるときに。あれ、イノクノット、ちょっとカードさせさせ、なんで早すぎます、遅すぎます、ちょっと勘弁してよ、なんで、え、どういうこと、あ、見てるね俺のこと、俺カードスラッシュ頑張ってんな一人で。そうだからあの4人はやってない、で今見てた人に
おお、平行さん、平行さん、本日の主役がですね、ロッカーエンジンのそばの廊下、エレクトリカルのちょっと左ぐらいの廊下で、はい、下半身になってらっしゃったんですけれども、その直前にですね、私、はい、どんちゃんさんとすれ違ってしまいました。ねえ、だからね、これさ、俺最初から根拠のないなんか栄光さんに礼儀で俺しか何もしないのにさ、前回の実績なのか分かんないけど、俺バブリーナさんとすれ違いましたよ今そこで。なるほど。でそれで保守体報告しようと思ったらバブリーナさんに先にやられました。いや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 、違いますよね、布団ちゃんさん、逃げました。いや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 、逃げてないから。だって誰とも会ってないもん。だってその後、あ、布団ちゃんさん最後セキュリティの弁当の上にあのすって逃げて、あれあれあれ、それはあれ、潜ってた。セキュリティの弁当、今誰が言ったんですか。今今誰ですか。今言ったの。誰も言ってないです。すいません、誰も言ってないです。今今誰ですか言ったの。そんな奇妙奇烈変築のこと言って大丈夫ですか。えいこさんがやられてるんですよ。めっちゃ音割れてるし、パッション、ごめんなさい、音割れてた。すいません、すいません、失礼しました。パッション、でも布団ちゃん、でもこれ割とシャーなくないですか。これ最初栄光さんとペアだったし、今回も。ちなみにそうそう、僕もねリアクターと向かう途中まで、はい、そのまた監視してたんですよね。はい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 。で先に行って、でザムさんともう一人誰か残していったけど、そこは分かれた感じ。僕ザムとヒラがエレクトリカルで、ザムヒラもペアだった。そう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 、エイコーさんとフトンちゃんさんが、まあそっちのローのロアエンジンの方に行くのを見届けてから、まあエレクトリカルで作業って感じですね。二、はい、人ともちなみに何もできない。本当に僕目線だとフルコンさんとフトンさんがじゃあ怪しいのかなって、まあバブリーナさんも含めてなんですけど、なるんですけど、多分ここでそのフトンちゃんさんが怪しまれてるってことは、多分フルコンさん全然怪しくないって。あ、僕は左、はい、そのままリアクターの方に向かったの、はい、鳴り終わってみんな引き返したから、うん、だけど俺はそのまま向かってロマンエンジンでタスクをして、じゃあちょっとごめんなさい、その現場見れてなかったんで、エレクトリカルにいたんで、じゃあフルコンさんは白なんで、じゃあやっぱりフトンちゃんさんですね、ちょっと一人、いやもう栄光さんが泣いてますよ本当に。ね、マジで。今あれなんじゃないですか。栄光さんもう死んでるんで。すいませんもう。うーん。ミュート早い。ミュート早い。あ、これスキップに誰入れたんだろうな。誰だろう、一人。じゃあと二人か。言わないか。ミュート。あと2人いるってことだよね。あ、タスク怖いな。離れた時にさ、下でやられてそうなのが怖いよ。で多分こっち誰も行ってないから、俺行くよ。俺が行く。お、ナイスですわ。怖いな。誰見てんの。フルコンさんは白っぽいよね。でも1試合目の話からいくと、ザムさんが怪しいんだよな。やばい、キルクールタイム35秒だから、もうそろそろやられてもおかしくないぞ。フルコンさんと、あ、ヒラさんか。あー怖い怖いな。誰だ見てんの。フルコンさん見てる。怖いな。あと二人はザムさん、もう一人は全然わかんないね。あー、このロングタスクやだ。暗記ゲー途中で終われない。やっ、うわっ、うひどいタイミング。と今うわ、ひどいタイミングのところに来たら、ナミちゃんの、いや今のタイミングが、
はい。うん。アドミン。フルコンさんだったか。アドミン。アドミンに。はい。ああ、でしたので、ひどいタイミングだ今の。わかんないかな。これもさ、いたリアクターにいたリアクターに。そう。マジでいた俺たちの。ザムさん白だ。え、あ、なん。アッパーカロワの弁当じゃねこれ。多分。リアクターあたりに。そう、すぐいたからね。ましたけど、いつだろう。私さん、最後の子、やばいやばい。リアクターに。いました、いました。見てないで、俺、先に、もう、下、あの、なって、ロアからどんどん、あの、ザムさんが、気づくかな。むしろ、あの、今言おうと思ってたのは、その、レイスさんと、そうか、ザム、ヒラ、俺もあたり、俺がセキュリティのカメラ見てるときに来てたから、あの、いました。今、その目を盗んで、まあもともとヨギーチやからさ、ヒラさんもいたね。殺してないっていうのを聞こうと思った。あのヒラザムどっちか。うん。発見って死体どっちでしたっけ？ナミタスさん？ナミタスさん。うん。僕様がアドミンの。え、でもヒラ君これ後ろでさ、心も先輩死んでたら二人とも報告しないのおかしくない？フルコンさんとレイさん。うん。絶対そうでしょこんな。いざ。結構動いたのか。いざ。その後。そうです。亡くなられてました。報告。後ろ。行けオザム。ヤクザだった？ザム行け。リアクターに、あ、いや、ま、真後ろではなんかで移動したかもしんない、ココさん。うまいっていうか、タイミングがバッチリすぎんのよ。報告鳴ったと同時に、マジであれ、いいタイミング。あれ、真ん中の塔でピポパーするやつかな。そう、ピポパー。いや、移動したかも、移動したかも。いや、絶対いた、リアクター。あ、じゃあこれヒラさんじゃん。いや、ヒラ君見てなかったらそれやばいよ。俺相当怪しく見えるよ、それ。いや、ちょっと俺タスクしてた、普通にごめん。あ、これ、フルコンさんとヒラさんだ。左回りをしてセキュリティにレイさんが一人で入ってるのを確認して俺下回りでロワーに行ったんですけど、はい、コレモン先輩がそこら辺にいたんだとすれば、うんうん、私ちなみにリアクターまでは行ってないです、ね、最後尾でやられた。ずっとセキュリティで最初フルコンさんとすれ違ってで誰がいたんだ最後リアクターにいたのって。じゃあフルコンさんだけかな。だったらいいぞ。レイさん入ってないんでしょリアクターに。入ってないし、フルコンはヒラ、イグザム、ココレモを残してロアを抜けてストレージまで行ってるの。そうですね。ロアを抜けてストレージまで行ってるのを見てるんですか。ちなみに、ちなみにインポスターフトンちゃんさんは確定です。どうするだから。俺、ボタン押しますよ、次。これ、押すことあるんで。やばいやばいやばい。提案もある。はい。あ、二人。ウルコンさん2が白いな、逆に。ウルコンさん2が白くない？ミュート。ちょうどね、キルして、報告なったから。マジかって感じ。ウルコンさんミュート。なんつうタイミング。やばい、これ、35秒経って。やられんじゃねえか。ヒラさんとね、フルコンさんが怪しいよな。本当に見てないのかもしんないけど。はいはい。はい。ちょっとフルコンからは提案がありまして、あの、こっからはね、癖を見つけよう。ザムヒラココレモンを残して、ロアを抜けてストレージに行ってて、で、魔法目線、レイさんを怪しんでると。で、はい。でマホがそのロアに行ったって言ってなかった？俺左回りで行って、右側に行って右側のナビゲーションのタスクやった後に、まだ死体がなかったんでナビ O2 ウェポンカフェテリアメトベ前でカメラがついてたんでアピールして、アッパーセキュリティまで行って誰が見てたのかなって見たらそこにレイさんがいたんでそれを残して下側に進んだあたりで、発見された感じ。あ、ちょっとどのタイミングで、いや、俺となんで回ってないんだろうって思っただけやけど、最終どこだっけ？最終ごめん、若干覚えてないけど下まで行った記憶はあるけど誰と回った記憶はない。ごめんなんか若干覚えてないかも最後。1個目のキルが若干バブ様も一緒にいた気がしてて、僕目線白くて、いやこれ議論すり替えようとしてるぞ。レイさん1個目の前のキルはいいんだよ。レイさんが、マオシーが怪しいんですよね。で、声震えてる。なんで回ってないんだろうっていうのと、で、そこ
だから行けザブ行けザブ行けザムヒラが絶対お互いここでもやってないっていうのであればこれはお互いやってないですね。はい、あの俺マジで信じてほしい。ヒラ君ずっと一緒にいたから、うん、あの一緒のとこ入れてほしいけど、俺はフルコンさんが間違いなく怪しいと思う。うん、うん、合ってるぞ。リアクターにいたんなら本当に合ってる。いやいやリアクターいないよ。いやいやあのストレージじゃないの。取ったっしゃ。でもいたいた取ったけどユーザムはオーセラを残していってるよ。俺いてないいてない。いやでもさすがにでも俺一緒にいてヒラ君のところやってないと思うんだよマジで。うんうん、あとはねバブリーナさん、フルコンさんになるしかないんだよ。そうね。マオさんはまあそうなんだな。そうやるんなら、うん、ずっとね、ほしい。僕イグザムさんを引っ張り続けたんで。うん、で結局お互いバチバチにあの対抗しちゃってんでどっちか死んでるはずなんですよ。なんかあの停電とかうまく使って。うん、だからなんか弁当じゃないかなっていう感じもあるんだよね。だからそのロア行ったって言うんなら全然。うん、僕はもうフルコンさんに入れますもん。フルコンさん2票で。いけいけ。ザムとヒラだったさっき。僕はそうですね。俺は入れた。に入れました。うん、はい。あれ？ここ二郎だったら単純に見てない。でも二人で結構目立つ動きしてて、でもそんなキル最初からそんなにお互い怪しむ話しない。じゃあ、じゃあ、あと投票します。はい、バブリーナ、まあ、でもいいや。でも二郎はバブリーナさん白だな。あの次ね、じゃあ俺から目線でいくと真央が怪しいんだよね。合ってないから。よしよしナイスナイス。ローラーできるなら魔王してほしいけど。うん。いいぞ。それ。白白にはならん。止まん。あと一人。うん。あと一人。ナイス。魔王さんか。バブリーナさん白っぽいな。レイさんもありえるな。うん。何これ。え、これ使えんの？何これ？え？何なの？リスナーの皆さんこれ何なんですか？これ俺にダクト見せてくるんですけど、ここは白なんだろうな。いいぞ。どうなる？これタスク？タスクなんだ。どうやんの？お、え？なんか入っとった。なんか入っとったで。いいボタン。あ、ナイス。なんか入っとったで。怖いなと思って。生きてる。広いな。広いな。これでフルコンさんがあれだったらやられちゃうなと思って。そうですね。フルコンさん。レイさん白いか。あれだったら結構ダブルキルされちゃうんで押しました。今なんかレイさんとマオ一緒にいたよね。いました最初の。なんかあれだよね、もしもの時ってことだよね。それマオが死んだらレイさんだし、レイさんが死んだらマオが死んだら中にボス入ってたら出せる。そう、そういう風に今一緒にいる。いやそれ白いわ。レイさん白い。うん。やられなかったけど、でもまだ狙ってたのかわかんないです。ちょっとさっきはあったかなみたいな。全然わかんねえな。あでも途中で離れたんで、で逆に僕さっきフルコンさんにローラー位置指定されたんで、まあ死んでもいくかなと思ってタスクを。やってました、ね、あーなるほど、うん、なるほど。はい、死んでもいい。ヒラ君と俺とバブリーナさん3人で動いたらいけるんじゃない、うん、これなんかそうですね。バブリーナさんすごい白いというか、はい、あの停電一人でソロで直してましたよね。あ今はいそうですね。でマオさんいらっしゃってって感じでした、ね、うんうん、えらいって思います。これでなんか対抗同士レイさんとマオがフルコンさんに入れたって言ってその3人で動けばその残った方がっていう感じになるんじゃないですか、うん、この流れだったら。ザムヒラ・カタロウの説はどう、俺ザムヒラもうないと思う、さすがに。ないと思う。俺もあと一郎だと思うんだよ。これ、うん、僕だったら停電使って、うん、あの、そのザム君殺して、うまく近くに寄った人にキルナスったりとかする、うん、その通りかかった誰々さんが噛んだとかやるかな。だってヒラさん。停電もあんまり起きてないし、ペア組んでるの。フルコンさんに入れたんだよね、うん、2票。個人的にちょっと、あの、フルコンさんとレイさんがなんかお互い攻めてなかった気するんですよ。ああそう確かに、いるいなかった、うん、だからこれレイさんっつったら試合終わりなのかなって思っちゃうんですけど、うん、まあトリオでもいいならって感じです。もしくはだとしたらうまいね、さんがめちゃくちゃうまくやっちゃってるのか、自分が人狼であえて緊急ボタンを押すっていう、確かに、うん、一応ね、まあ一応そのフルコンさんを飛ばしに行けば俺以外ガチ勢なんじゃねこれ、うん、そうね、そのレイさん俺以外これアマンガズガチ勢なんじゃね、白目に見える
る気がするんだけど、まあ身内切りしてたらちょっと手に負えないね。これちなみに皆さん、タスク俺生き残ってて、タスクは俺あと結構頑張ってんじゃね。私もあとちょっとで終わりです。頑張るか、タスク。あとちょっと？頑張りますか。あとちょっとって。頑張頑張りますよ。アバリナさん白だよな。ごめんなさい、さっきなんか、まあ、怪しいって言って。いいですよ、喋るとき白。サムソン存在がね。やめてください。負けませんよ、サンクトソナラ。いやいや、またまた、もう黙らっしゃい。これガチ勢なんじゃね、これ、おい。俺だけじゃね、エンジョイ勢、おい。エンジョイしてこうぜ。なんでバブリーナさん二人で見てんの、俺と布団ちゃんさん。バブリーナさん白でしょ多分。早速やりますか。多分一郎ですごく動きづらいだろうから、タスクをこなす鬼となる俺は。俺ガチ勢じゃないよ。俺エンジョイ勢だよ。俺人狼エンジョイぜ。新しいタスクやりたいぜ。これ新しいんだって。これほらなんか入ってるし、ピザ、テニスボールとピザ、テニスボールとピザ、なんかの暗号、なんかの暗号ですか。ザムさんとヒラさん一緒にずっといるね。いいぞ。あ、なんか固まってきたね。あ、最後これか。そう、これやってる時にね、やられちゃったんだよね。あ、次、続きから、すげえ、セーブされるんだ、これ。セーブされるんだ。今までセーブされてたっけ？セーブ機能ついたよ。さあ、どうなる？いける？おう、あ、俺タスク終わったな。終わったね。終わったよね。お、タスク勝ちですね。タスク勝ちいけますね。タスク勝ち多いかなと思ったんですよ。すいません、いやー、ナイスです。いやいや、こちらこそ。ごめんなさい。いやー、ありがとうございます。厳しい、あれは。すごい推理でしたね。インポスターがトンちゃんさんとレイさんとアフルコンです。はい、フルコンさん、やったー、ナイスです。すごい。いや、素晴らしい、素晴らしい。ザムさんの推理良かった。いやー、よかった。すごいわ、イグザムさん。ね、ザムさんがずっと、ココレモンさん後ろにいたよって言って、うん、え、俺、あれ、記憶力が。単純に見てない。だから、あ、危うくザムさん怪しいって言っちゃうところで。いや、まさにその通り。ナイスナイス。いやー、すごいわ。マジで、ナイスリー。ほんとにすばらしい。いやー、すいません。あそこでしたね。ふとんちゃんがめちゃくちゃ音割れると思ってた。そん時あのね、前半で、その、はい、布団ちゃんが栄光さんやったら、うん、そのもし横に誰かいたらやろうと思ってずっとついてたんです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なった時に、うん、いや、なんかね、布団ちゃんさんにこうちょっとストーカーチックな感じでこうついてったけど、布団ちゃんさんね、はいはいはい、ずっと右ばっか行くのよ。あれ、これ怪しいぞと思ったら、はいはいはい。噛まれましたよ。いや、ナイス。だって嗅覚がすごいですね、やっぱ。はい、僕い、何も悪いことしてるつもりだけど、まあそこで、ああ、終わったと思った。もう、英語さんにバンってつけられたらもう終わりでしょ、もう。いや、もう信じきってたなぁ。いや、でも、だったら声でかくなるのはわかる、でも。確かに。最後、一人になった時の心細さがすごかった。あ、そうですよね。申し訳ねえと思って見てましたわ。いやー、レイさん、すみません。一人だと大変ですよね。確かに。あの3人一緒に行動されて、もうこれ、マオさん殺したら私だしな、みたいな。あれはね、もう。大変だった。いやー、面白い。面白い。いい、よかったですね、皆さん。いい感じですかね、楽しかった。いい感じに、そうですね。栄光さんがちょっとずつ生き残っていく感じなんですね。そうですね。そうだね。ちょっと長かった。ちょっとだけ。あれ、例えば、レイさんの最後の場合って、あれ、うんうん、もう、どうするのが正解なんですか。もう何もできないのがやっぱもうしょうがないですか、あれ。おさくさ切るか。このシーンはまあ、もう
できそうな場面はなかったっす、ね。うん、あ、停電とさっさきるぐらいっす。なるほど。閉じ込めたとしてもバレちゃうからな。そうですよね。殺し先がなかったっすね、結構。なるほどね。めっちゃもうすごい歩き回っちゃって。どうしようどうしよう。ナイスファイトでした。いや、素晴らしい。いきますか、3戦目。はい。行きましょう。行きましょう。お願いします。お願いします。市民の皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。市民の皆さん頑張りましょう。まだわかんないよし、クルーだ。クルーだと落ち着いてやれるね。いやー、怖い。怖いよー。さあ、助けやりますか。あ、また。猫さん。あ、今度、何？クリップ？え？どういうこと？さあ、これはね、そうなんですよ。いつも言うんですけど、宇宙船からね、こう隕石を落ちてくるのを守るゲームなんですよ、これ。本来。あ、停電されてる。オッケー。もう暗いのやめてー。サンキュー。暗いなだけやめて。あ、早い。早い。早い。ちょっと待って。やばい。怖い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 。え？早くね？え？ヒロ君見てないよ、俺一回もまだこの試合で。これあれですか？緊急招集。あ、そうです。すいません。みんなの安全確認しようと思って。なるほど。全然。仕事人がいる。玉木が。仕事人。怖。アドミンちょっと前に見た感じだと結構上から右と左に分かれてて、はいはい、エレクトリカルはバブ様だけ直しに来てたの見ました。フルコンさんと私で、はい、レイさんさ、はい、最後どこいました？最後ナビゲーションのあのカクカクってなってるやつ、ね、それを見そこに入ってくのを僕でシールドの方に行って、はい、あとこの緊急会議になったんですけど、はい、あ、そうか、あ、誰が死体を見たかまだわかんないですね。ごめんなさい、わかんないですね。あ、そうか、すみません、押しちゃった。誰か平さん見た人いますか？あ、ごめんなさい。あ、いや、見てないんですけど、はい、僕ここれもなん、はい、ここれもなんですけど、玉木さんは、はい、あれですね、ウェポンで僕とずっと一緒にいて、そうです、ピチピチ、はい、でその後緊急をしたので結構僕目線で白いですかね。そうです、お互いにちょっと今は、はい、平さんは見てないですね、どこでも。そうです、右に来てな、初手で右に来てなかったんじゃない、来てはないと思います、多分。初手右行ったの誰か他にいます？あ、僕です。そうです、いました。エコさんも、エコさんもいました。ウェポン、あ、私も行きました。お、私も行きました。あれ、めっちゃ行ける。右多かったと思う。右、エコーさんは見ましたね。はい、エコーさんは見ましたよ、見に行った。あ、はいはい、エコーさん、ミゲーションやってシールドに向かうってる感じです。そこは見ましたね。だから布団ちゃん、また、あ、なんでやねん、浮いてなんでやねん。僕布団ちゃんさんにしっかりついておきますんで。マンマーク、また、まだ何もまだ疑いないでしょ。やめてや。あ、そうですよね、左に行った人もメット部あたり行ったと思うんですけど、行ってない人か誰か。どこですか？セキュリティメット部、左ってことですね、左側。左に3人ぐらいいたと思うんですよね、僕アドミン見た時。誰でしょう、誰ですか？僕は行ってないですよ、左側。ロアエンジンは左ですか？僕ロアエンジンで作業してました。左下ですね。左か、左下か。うん、あ、ほんと左下か。フルコンさんと、じゃあ布団ちゃんさんが左側に。アブスもフルコンさん、でも俺フルコンさん見て、あれ、フルコンさんって左側にいたの？アドミン見たんじゃない？アドミンさん見て、アドミン見たから、左側に3人いるっていうのを知っているということ。今言ってない人います？フルコンさん助けてくれ。あ、俺右に。今何？あれ、ヒラ何やっけと思って。いや、死んでんだよ。え？あ、そっか、そうでしたね。ミュートします。はい。まあ、全然わからんな。でも、玉木さんは、白でしょ。おそらく。だって右にずっといたし、死体がどこにあったかな、わかればな。ね。あ、出た。宇宙船に落ち葉がある謎。おい。でも栄光さんも左、まあ、でもわかんないな。まだわかんない、全然ね。
タスクやるのもいいんだけど、みんなでいた方がいいんじゃねえか。怖えんだよな。お。こん中に誰かいそうで怖いよ。あそこのタスクやりたいけど。どうだ？ダブルキル来るか？うわ！うっそ。うっそ。うっそ。なんだろう。あら。おお。ね、あのね。みんなで。うわ！みんなで、みんなで見つけましたね。みんなで見つけましたね。みんなで見つけました今。うわ！はいはいはい。え、いた今？奥にいましたね。あ、そう。そうですね。エレクトリカルの、あの奥に。結構奥まってたんで多分。ココレモンと。エレクトリカルの奥で。奥で。死んでたんであれば、僕3秒前ぐらいにセキュリティからメッドベイの弁当が動くの見えました。あ、じゃあ飛んだんですね。逃げてます。だから、うん、僕目線だとそのエレクトリカルでみんなで見つけたっていうその中には容疑者いなさそうです。あ、なるほど、なるほど。最後僕と布団ちゃんさんと、そうですね、はい、ナミタスさんとフルコンさんですよね、はい、うん、あ、僕です。あ、違う違う、あ、ここでもさ、はい、そうですそうです。はい、で、あとリアクターにもいたよね。誰だっけ。リアクターは私と真央さん。そうですね。だから私から見て真央さんはずっと一緒にいた感じですね。緊急タスク終わって、うん、そう、リアクターで終わった、うん、じゃあ。なるほど。そしたら、削られてきちゃう、自然と浮いてくる、浮いてくる2人がいるわけですね。浮いてくる2人が。あと、あと、布団ちゃんさん、タスクやってますやってますよ。何してんだよ。そうですよ。そんな。やってるから。本当ですか？なんか栄光さんがなんかそれ言うとなんか俺なんか変な印象付けられるからやめてください。ちょっと怪しいんだよな。なんかずっとついてくる。逆に怪しいっすわ栄光さんがなんか。いやいやいや、俺はだってだってずっとなんか俺が助け合ってて後ろから見てんすよ。あの道路のなんかとこで。もうじーって。なんすかあれマジで。いやいや、ちゃんと見張っとかないと。ちょっと皆さん栄光さん要注意っすよこれマジで。いや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 。マジで。そしたら今の。ね、はい、最終位置バブさんとヒッテギさん、はい、あ、俺はアドミンにいました。アドミンでタスクやってました。ああ、アドミン、私あそこでフルコンさんとエグザムさんすれ違って廊下か、ロワーの近くでしたっけあれ、うんうんうん、あ、そうそうそうだ、下から、うん、あのエレクトリカルの方に行くバブ様とザムさんか、そっか、見てるんだ、うん、そうだ、ね、そうですね。で、私下のエレクトリカルのタスクやって、うん、で、はい、それでストレージ側に抜けてって、うん、まあ、最終シールドぐらいかな、うんうん、あれ誰かさっきシールドいなかったか、うん、その辺でしたね、うん、あれでも、ちょっと質疑です、いいですか、はい、はいはいはい、あの、ちょっと今回栄光ちゃんがちょっと長生きしすぎなんじゃないかなっていう。いや、いいでしょ。そう、さっきより長いですね。インポスターの方がそろそろ重量伸ばしですから。長生きしてると疑われちゃう。今までのデータからな。出インポスターではない説。あ、なるほど。栄光さんはじゃあ、ついなんだ、多分おそらく。なるほど、なるほど。いや、わかんない。キルキルで終わっちゃうな。あ、確かに。やばいやばい。あれ俺します。ミュート。ちょっと待って。でも自然と浮いてくるのが今の2回目の話し合いだと浮いてくるのがバブリーナさんと棺さんなんだよね。ちょっと見てようか。俺がやられるかもしれないけど。あ。でフルコンさんもなんか曖昧なんだよな。ロボさん曖昧じゃね？あ、いなくなってる。すぐ消える。黄色誰だっけ？フルコンさん。押した。フルコンさんもなんか曖昧だったよね？なんかバブリーナさんと。元気だった。元気ね。よし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 。元気です。元気です。皆さん。よし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 。元気です。うんうんうん。うんうんうん、誰が押したんすか？フルコンさん。フルコンです。はい。はい、うんうんうん。うん、どうしようかな。わかんないな、全く。わかんない。まあ、なんか、まあ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 、さっきのでもエレクトリカルに死体があって、うん、で、そこにいたのが僕、はい、ココレモンと、栄光さんと、布団ちゃんさんと、あと、あ、玉木さんですよね。はい。
で、え、上から行ってたんで、その4人は無理。そうですよね。その4人が上アッパーの方から、アッパーエンジンからずっと一緒にいたんで、そうですね、アッパーエンジン、ロアーエンジン通って、うん、エレクトリカルの流れで、そうなってくると、うん、古子さんがで、あのメッドベイに飛んだのを見たんですもんね。うん、一人弁当で、うん、ですよね。古子さんと一緒にいた人はいないですか、その時。リアクターにレイさんとマオさんがいたのを見て、はいはい、セキュリティの方に行ってカメラ見よ、あ、ダウン、あ、タスクしてたのか。じゃあメッドベイのベントが開くのだけ見えたっていうくらいで。なるほど、うん、あ、そうですね、見えますもんね。だから、うん、状況証拠的にバブ様か棺さんかなって。そうですよね、まあ、そうなんですよね。そうですよね、確かにね、この中で言ったらそうだ、ね、いやでも、これな、なん浮いてるわ。でもどうすればどうすれば弁明できるんですかこれ。棺さんちょっとアサシン感じ、アサシン的な感じしますよね、ちょっとなんか。いや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 、潜んでる感じ、潜んでる感じ。闇に紛れてそう、ね、首かってくるような感じで。いや今も俺エレクトリカルに一生懸命直しに向かってたんですけどね。あ、確かに確かに、そうだ、一緒にいましたね、はい、そうだそうだそうだ。なんかエレクトリカル最初全部降りてました、なんかスイッチが。ん、あ、なんかあれ停電、あれって連動するんですか、あれ作業してる人とか。連動します。あ、そっか、そうです、めちゃめちゃ直すの大変だった、うん、4人ぐらいですから、ね、永遠に直らない。誰かやめてくれと。開いた時全部あのオフになってたんで、なんか妨害されてるのかなと思ったらパッて電気ついたんで。なるほど、 あ、 ありますね。そっか、まあ浮いてるならローラーしていただいても全然。いや怖いけど、うん、なるほど。でももう二人死んでるもんね、うん、そうなんですね。そうなんですよね。え、バブリーナさんと棺さんを、はい、って形ですか。うん、俺ですか。うん、俺は、うん、私たち、うん、まあそうですけどね。でもやめといた方がいいと思いますけど。棺さんの潔白を証明するなんかないですかね。一番最初の時とかも、平さんの時も。俺一番最初の時はアドミン終わりでしたね。ああ、じゃあ右側か。うん、わかんねえ。わかんない。リピルキリで負けます。ね、やばいやばいやばい。行きましょう。ミュートします。いち早く投票してたのは魔王さんとフルコンさんだったね。あの投票のタイミングもちょっとヒントだったりするからな。魔王さんとレイさんは一緒にいてさ、なんか白っぽいしさ。そうなってくるとバブリーナさんと棺さんチーム宮城、今のところ全員残ってるけど誰もいない、誰もいない時のタスク怖いんですよ。なんかさ、やられてそうじゃん、あっち側でさ。で俺全然ね、白を確認、あ、見てください、俺を見て、俺を見てくれ、俺今ナビゲーションいるんだよ、そっち向かうから。誰かこうやられてないですか。わかんないね、ほんと。だってこのゲームってさ、犯行現場見る以外さ確証なくね、言っちゃえば。うわっそ、うっそ、なんだ、なんだと。よし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 、うわぁ、いやいやいや、エイコさんナイスっすね。ナイスナイス、うわぁ、バグリーナさんもね、うわぁ、そこから逃げて。いや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 、うわぁ、素晴らしい。わかんなかった。布団さん、布団さん、わかんなかった。布団さん、ええ、布団さん、はい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 、誰がアサシンですか。いや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 、ねえ、一人でね、こう夜道歩くの気をつけてくださいね、これから。だって怪しまれないようにと思って、布団さんと一緒にいれば、次多分大丈夫かなと思って。いや、なんか、いいっすね。なんか、合法的に嘘つくのって、マジでいいっすね、本当に。いやー、マジか。いや、棺さんの推理当たってましたね、栄光さんが生き残ってるから怪しい。ほら、やっぱそうびっくりしました。
布団さんと一緒に入れるこの安心感ね。そうだね、インポスターやと思う。まさか全然わかんないねえ、どっちか。やっぱね、やっぱり脱線させてくれるから助かります。ちょっと一つ謝りたいことあります、すいません。僕殺された後ボタン押したじゃないですか。その後ミュートするの忘れてて普通に喋ってました。すいません。全然気づき。大丈夫です。大丈夫です。フルコンさん普通に反応して、あれおかしいな。視聴者に全員に突っ込まれてました。バッチリ聞こえてましたよ。本当にすいませんでした。大丈夫です。大丈夫です。布団さんが殺したってボソって言わなくて。よかった。そうそう、なんかでも名前言ってましたよね、なんかね。いや、フルコンさん助けてって。あ、言ってましたね。フルコンさん助けてか。なるほどなるほどなるほど。いや本当にすいませんでした。大丈夫です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 。いやいや、とんでもないです。楽しんでいきましょう。いや、わかんなかった。近物乗りをね、ちょっとね、あの忘れられなくて。フルコンさん、詰めてよ、バブリーナさんいたのに一緒に。優しかった。いや、まあそうなんやけど、あのちょっと村の、あれに任せようかな。ああ、なるほどなるほど。分かんなかったな。いやいやいや。優しい。提案まではさ、ちゃんとそこで、あとどうする。ああ、なるほど。最後はちょっとみんなに決めてほしい。ああ、なるほど。いやー、嬉しかった。気持ち早かったですね、今ね。早かったですね、めちゃめちゃ。みんなパクパクいっちゃってもねえ、もうパクパク。レイさんをキルしてもだいぶ誰も気づかれずに、だいぶ気づかなかった。うろうろできたっていうか。私キルされました。あ、レイさんもやらせたんだ。あ、私玉木ですかね。あ、玉木さん。はい、すいません。確かにあそこ全然誰も来なかったですね。確かに見つけられないとちょっと悲しいですよね。ねえ、そう、孤独死。この後あれっすよね、結構広いマップでやるんでしょう。結構不安っすね。こん狭いマップでも見つからなかったりするんだよね。十分ですよね、なんか。じゃあマップ変えます。じゃあ、いいですよ、行ってみます。え、お、いいっすね。ちょっと初めて、初めてだな。部屋爆破、はいはい、了解です。部屋爆破ってないよ。そう、こう、あの部屋を変える、変える、爆発するんです。爆発します、爆発します。あ、そうなんだ。どうやって対処するの？エアシップですかね。こうか。ゲーム、え、やめるでいいのかな？エアシップ？あ、そうですね。やめるで大丈夫。あ、はいはい。でまた行動を入力すればいいのか。はい。エアシップ。エアシップ。エアシップ。今打ちます。行動。ありがとうございます。送ります。はい。お願いします。お願いします。お願いします。エアシップ。お願いします。エアシップめっちゃ広い。広いんですよ。ですね。広くて広いな、これ。これか、タスクの内容も違いますか。あ、もう結構そうですね、難しいですよ。金庫がむずいですね。金庫ね、確かに。ここ一回じゃ二重にしないとダメですね。相当やばそう。やばそうですね。やばそう。どっちの見てろ。インポストが、インポスター強そう。ああ、なるほど。広いですもんね。ねえ。今でも見つけられてないから。そうそう、見つけられてない。相当ぼっちになりますね。はい。あんなに狭いのに。そうそうそう。見つけてもらえない。本当。しかもこれあれですよ。なんか一通みたいなとこありませんでしたっけ、ここ。ありますあります。あります。証拠機ですね。出られないみたいな。怖っ。あー、そことか怖いっすね。同行機目の前で乗られて2人っきりになった時、絶望感すごいから。確かに。あ、もう死ぬしかねえ、これ。やばいっすわ。ルール？いやー。皆さん、ルール大丈夫ですか？インポスターの数。あのルールって大丈夫ですか？このインポスターの数3で。ちょっといいと思いますけど。ちょっとまあ、タスク減らしても。いいんじゃないですかね。タスクは減らしてもいいかもしれない。確かに。うん、タスク減らす、うん。マップ広くなりますしね。223ぐらいで。223。はい、通常タスク2、ロングタスク2、ショートタスク3。はい。ぐらい。まあ、早かったら増やせばいいんで。そうですね。そうですね。はい。オッケー。インポスターは3。インポスター3。3。いや、これですね、でも展開早くて。早いですね。すげえ釣らなきゃいけない感あるよ、2人死んだら。そうですね。じゃあ、激広。激広マップ。マップでいきますか？行きましょうか。あ、お手洗い誰か行ってましたね。あ、お手洗いどうぞ。あ、誰か行ってます。はいはい。大丈夫。皆さん、あ、どうだろう。皆さん、ちょっと動いてみてください。はい。はい。動いてない人。
ひつぎさんかな。ひつぎさんですかね。まおさん。まおさん。あ、まおさん。まおさん。はい。あ、戻ってきたー。いる。はい。じゃあ、行きますね。お願いします。はい、お願いします。市民の皆さん、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。好きだな、それ。それ好きですね。まだわからなくて。ミュート。あ、市民の皆さんですね。これ、マップ、ちょっと大きいかな。ちょっと待ってね。これでギリギリ見えるぐらい。どこ行く？メインホール。俺一人？俺一人。すぐ暗くなる。で、俺知らないんだよな、タスクを。どうやんのこれ。おっ！おっ！あっ！入った！入った！フルコンさん見たわ。おいー、開けちゃおう。ちょ、いや、殺される前に行こう。どこだっけ、見ちゃった。フルコンさん。どうする、これ泳がせる、泳がせない方がいいよな。あ、プルプルねえし。うわ、いけねえ。遠回りしなきゃ。フルコンさんです。ちょっといいっすか。出た。あ、やべやべやべ。あぶねえ。見つけた。え、二人やっちゃった。二人も死んでる。早っ。全然危ないで終わってない。わあ、やばいやばいやばい。いや、マオが布団ちゃんさんの死体を発見しました。はい、貨物室の、はいはい、パスコードが見れる。はい、飛び出てるところ、同じとこにいたな。はい。あ、そうですね。で、僕は、うん、貨物脇でフルコンさんと、誰だっけな、バブリーナさんかな、とお会いして、うん、で、レイさんも、あ、そうですね、はい。で、右回りで行ってシャワー室に入って、はい、シャワー室の逆側のロミオとジュリエットのところに見たら、布団ちゃんさんが死んでるのを見て、でそのタイミングでフルコンさんがシャワー室右側の方から左に向かってるのを見たんですけど、そのタイミングで、シャワー室の左のドアとアーカイブは僕が上で開けたんで、はい、開いてない状態でフルコンさんが右から来たんですね。多分弁当で開いてたのに、あ、吹っ飛んでるんじゃないかな。フルコンさん、なるほど、開いてた開いてた、なるほど、開いてた、あ、いいですか？はい。ここレモンなんですけど、うん、今の魔王さんの発言めちゃくちゃちょっともう白くて、うん、シャワー室でフルコンさんがダクトに入ってるの見たんですよ。あ、なるほどね。見ちゃったんですね。いいぞいいぞ。で、魔王さんがそれを言ってくれたんで、うん、はい、多分もう確実ですね、これ。ちなみになんですけど、ここ入って言われて、兄貴の最終位置はコックピットです。だからめちゃくちゃ早い。僕も、武器庫出た、コックピットとエンジンルームの廊下でフルコンさんとすれ違いました。うん、早い。コックピット見に行きました。はい、確かに早いなぁ。早いんですよ。潜ってるの見ちゃいましたね。あ、じゃあもう。早いじゃん。早いって何？早い。潜るの早かったってこと。いや、だから移動も早いし、釣られるのも早いってこと。僕からするとマオココレモンの二郎しかないんですけど。そうですね、ちょっと3人もいるんで、まあこの辺は結構かばい合いちゃうと思うんで、うん、はい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 、ちょっとまあでも確かにその2人が本当に白だったら確かにここでフルコンさんなんですけど、うん、まあどうなんだろうな、難しいですね。全部の位置もバレてんの受けんな、フルコンさん。めちゃいましたよ。でも入ってるっていう嘘もつけることはあるからね。あ、そっか、確かに。そうですか。あ、ココレモンさんが、あ、僕がですね、なるほどなるほど。ココレモン先輩も釣りましょう。もいやいやいや、ちょっと待って、おかしいって。え、ココレモンさんを釣るんですか。あ、違う。あ、ちなみにバブリーナさんの話もした方がいいかなと思うんですけど。確かに。いや、あのね、ちょっとバブリーナさんは僕が殺しました。なんで。何？そうでしょうね。マブリーナさん殺したのは僕で。え、ちょっと待って、ちょっと。そうか、あとレイさんが湧いてる。僕は白いです。え、僕は白い。ちょっと、わけがわからんくなってきました。僕と魔王。インポスターで、僕もインポスターなんで。え、魔王さんもインポスターか？でも、釣らないでください。僕勝てなくなるんで、魔王は釣らないでください。で、ちょっと。待て。さあ、どう？かき乱した。
キッチン。かき乱したね、最後。まあ、今のは、要は魔王さんをぐちゃぐちゃにさせるためのあれだから、魔王さんは白なのよ。絶対。騙されんなよ、みんな。俺と魔王さん白なんで。ハンバーガー作ったらね、本当はね、魔王さん食べたいんだよ。レイさん？あと二人誰だろうな。あ、来い！あ、あれ？あ、あ、来なかった今。もうカードスラッシュ苦手なんだって。あ、かけんだって。ザムさんもわからんな、まだな。俺は生き残った方がいい。逆に俺を殺したいはず。ね。俺もう開けるのやめようかな。俺カードスラッシュ開けるのやめようかな。皆さんにお願いしようかな。来い。来い。どこにあるの？お。いいね。ありがとうございます。ナイス。ナイスです。ナイス。ナイス。ナイス。いいね。そろそろかな。これ連れてそう、ちゃんとフルコンさん。確かに。まあ、た、まあ、連れてるだろうね。レイさんってさっき1日目2人死んじゃった時ってどういう動きしてました？私多分貨物脇でなんかめちゃくちゃ迷ってたんですけど、多分メインホールのあたりにいて、誰もすれ違ってないと思います。誰かすれ違いました？私と。いや違ってますね。真ん中にいたと思います。メインホールあたりに。今日はセキュリティあたりを通って電気室で迷ってました。はい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 、迷います。さっき貨物に湧いたのが僕とフルコンさんとバブリーナさん、死んじゃったバブリーナさんと、レイさんかなの4人で、で僕がフルコンさんを釣りに行って、はいはい、でバブリーナさんが死んでて、あと残るのがレイさんだったんですよ。で、はいはい、最後フルコンさんが急にバブリーナさんの容疑をかぶり始めたのは何だったのか。確かに確かにね、思ったところもあったんで、うん、一応意見としてだけ。なるほど、はい、うん、バブリーナさんは見てないですね。あ、そっか、なるほど、はい、ほう、うーん、なるほど。あ、でも今んとこなんか通ったっぽいし、うん、結構魔王ボタンも押したし白く見えるけどな。ですよね。白いね。まあ魔王さんは、魔王さんは白と見ましょう。僕も白だと思いますね。魔王さん、ココレモンさんは。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。エゴさんまだ生きてますね。エゴさん、エゴさん生きてますね。俺は生きてます。やっぱりね、市民を守るために。守ってください。はい。頼もしいです。結構僕ね、あんま誰とも会わないんですよね。そうですね。そうですね。ああ、そうですね。シャワー浴びてるの見ましたよ。ああ、そうですね。結構体鍛えてるんですね。平さんですよね。平さんとお会いしたぐらいかな。はい、うん。なるほど。ほうほうほう。そうですね。めっちゃ迷いますね、このマップ。迷います。広いですからね。2回会いましたよ。会いました、会いましたっけ、うん、結構な頻度で会いましたよ。なんかマップがぐるぐるあって、あ、確かに確かに、うん、あの下の方ですよね、電気室あたり。そう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 、ましたね、電気室で会って次貨物室で会ったりしてめっちゃ会ってますね、わかんないな。ミュート。これ栄光さんじゃね、これ。今のわかんないなアーカイブ。なんで俺いつも一人、なんで俺いつも一人で、なんでいつも俺これカードやんなきゃいけないの。そう、このマップね、カードセキュリティがガチガチなのよね。で、わ、またいけないよ。もうこれいけないの、どうにかして。お、びっくりした。よし、これ俺つけよ。やったよって報告しよう。プロかよ。やりました。停電を。あわん。相変わらず勢いすげんだよな、ここな。勢いが半端じゃん。わん。ほら、定期的なやつ。定期的なやつ。こっち行けない。真央さんは白。絶対白。ここ二人でいた方がいいのかね。プルプル、あ、プラプル使った、もしかして。よし、いける。プル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 、あ、くそ、
なんつうタイミング。やってくれるだろう。あ、押すタイミング。なんか危ないよね。怖いよね。押しとこうか。押しとこう。白の俺を押しても別にあれでしょ。押しときました。え？やられてる。あれ？マジか。僕、危ないなと思ってミーティングルームを押したんですけど、死体は、死体はもちろん見てないですね。ああ、はい、ナミタスさんって。ギリギリまで会った人います。ナミタスさん？会ってないな。あ、俺、さっき一緒いたんですけど、はい、この辺りですか。あの、ミーティングルームで一緒にいて、そこから昇降機ですか？昇降機。のとこで、俺、昇降機に俺一人で乗って右に行ったんですよ。はいはいはい。で、ナミのは、ナミは左に行きましたね。ああ、そう、左側だ。じゃあ。左側。左側。金庫室とかなんかそっち側ですよね、多分。左側。多分そっちの方に向かってきました。なるほど。エコーさんとすれ違いましたね、はいはい。僕はキッチンの方でタスクやってたんですけど、停電直して、はい。そうですね、展望デッキに僕は向かってました。うんうん。すれ違って、僕はメインホールのところで、まあ、ボタンが鳴りました。うん、はいはいはい。メインホール。メインホール。メインホール。はい。それキッチンからあのタスあのダクト使っていったってことですか？いやいや普通に通れますよ。ですね。すごいすごいエレクトリカルメインホールっていうルートがあるんで、そうです大丈夫です。いや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 。本当なのか嘘なのか。いやダクトは使ってないです。大丈夫です。うん、そうです、はい。なるほどなるほど。一人ぐらい。貨物では行ったっすけど、ほぼ人見てないっすよ。心の先輩で一回、そうですね。一回ラウンジのラウンジで1、2回ザムさんとすれ違って。うんうんうん、こっちは来てないと思うんだよな、貨物。こっちは来てない。でも見かけなかったな。左側にいそうですね。あの、杉さんが右側のアーカイブに来るのを僕とここでも見ました。すれ違って見てるんで、ミーティングで、ナミタスさんを見てるっていうのは多分正しくて。で、ココレモン先輩が左に行ってるのを僕が見て、多分ミーティングでボタンを待機してたと思う。そうです、そうです。ここは白いと見ると、棺さん、僕、ココレモン先輩、白くて、ザムが右側で、ココレモン先輩に見られてるとすると、割と白くて、うん、そうすると、僕目線だと、エイコーさん、ヒラ、レイさんの3人が、あ、レイさんってどこいました？ちなみに。私は、電気室あたりです、まだ。あの横のタスクを今やろうとしてたところでした。なるほど。キッチン脇でそのまま右に行って、そしたらこれがなりました。ああ、すれ違わなかったから、じゃあ奥の方にいたのかな、あの診察室寄りで。あ、そうです。電気室の方です。はい。了解です。平か栄光さんあたりが僕になるんますね。真奥目線だとそうなるよね。僕はね、平さん結構、平さんぐらいしか会ってなくて、ヒラさんに何もされないから、うん、意外とちょっと白く見てるんですよね。いやいや、体ジロジロ見つめてましたよ、僕は。いやいや、まあ、インポスター同士だったら何もできないしな。うん、確かにね。あ、確かにね。うん。おやミュート。はい。これ、栄光さんなんじゃないどうしようかな。栄光さん行きそうなところ行こうよ。栄光さんどこ行く？キッチン。いいねえ。いいねえ。いねえのかよ。ちょっと栄光さん見てえな。もうやめてもう無駄。わここの銃使ってドア壊したい。あ、なるほど。あれ？栄光さんなんで直さないの？栄光さんなんでこれ直さないの？インポスターだから？インポスターだから直さないの？栄光さん。OK。これ、栄光さんいる。あ、これって一人直したらいいんだよね。やばい、全然わかんない。栄光さんもなんでずっといんの？ヒラさん。うわ、やべえよ。うん。いいボタン。ナイスです。白いボタン。白いね。誰がしたんですか？これ白いね。僕です。はい。生存確認ボタン行きました。あ、いいです。いいですね。いいですね。何も変化はなしと。そう、何もなければスキップで全然大丈夫です。あ、ちょっといいですか？あ、いいですよ。はい。
質疑です。あの、はい、ゴミ箱からビニール袋みたいな出すやつってあれどうやって終わらせるんですか。紐を引っ張って外に出したら OK です。そうですね。なんか分回すと回す、はい、はい、荒ぶる感じで。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあスキップをします。はーい、スキップをします。さっきからレイさんとずっと会ってんだけど何なの。え、結構会いますよね。めっちゃ会いますよね。でも何もされないってことは私から見るとちょっと白い。結構2人で同士だったら何もできないですからね。めっちゃ2人で聞いたぞこのくだり。さっきも聞きましたね。さあ栄光さんがどこに行くか当てるぞ。さっきキッチンダメだったんでね。キッチン汚し来た。キッチンいるんですね。あれ、もしかしてんあ、これどっちが先に開けるかな。あ、エコさんの方先に開けたね。苦戦してるねやっぱね。おう。お、そこのタスクはあるのかな。そこにあるのかな。うわ、暗くなった。エコさんと一緒にいる。エコさんと一緒にいるか。俺はね、エコさん怪しいと思ってるよ。うん、いいよ。さあダクト入るんじゃないの。ギリギリのこのギリギリ見えるか見えないかあたりで油断したときになんかこう怪しい行動しちゃうんじゃないかな。全然開けられない。俺も上行こう。上のタスクタッ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 。あ、降りてった。お、嫌ったのかな。一緒にいることを嫌がったのかな。レイさん来たね。後ろからレイさん来た。俺もうボタン押せないんだよな。あ、これ気をつけて。503。前ね、番号書いてるの分かんなくて。これ押せないよね、俺ね。やばいやばいやばい、なんか、すげえ嫌な音してる。今まで聞いたことない。行こう。あー、いけない。一応こっちやる？これで死にたくないよ。やっべ！え？見てない？よしよし。見たべ、見たべ。え？見たべ。あ、一番白い二人が。一番白い二人が。見たべ。今、はい、レイさんいて、ヒラさんもいた。レイさんかなこれ。え、違う違う。なんで？やばいやばい、レイさん。レイさん。私は直してましたよ。ヒラさん、ヒラさん。僕、一部指示見てましたよ、後ろで。よし、いいぞ。ここでも先輩が死ぬ瞬間。いいぞ。レイさんが緊急タスクやってて、はい、緊急タスクやってました。いいぞ。してました。ただじゃ死なねえ。先輩がいて、はい、ヒラ君が殺してた。うん、あら。ヒラさんが殺した？よし。ダメさ。結構すごいんだよな。そう、後ろから見たら、ヒラ君が噛んでた。うん、いいぞ。それでいい。え、それどこですか。だからなんでレイさん見てないの。見えなかったでしょ。いや、見えなかったです。近くにここでも先輩がいて、はい、それでいいのよ。そう、ここでも先輩は平くんが感じた後ろから、うん、そう、身代わりになったの俺が。僕は俺がレイさんを身代わりになった。ザムさん白いからじゃあレイさん噛んだのかなってなっちゃうんだけど。ザムさんどこで見たって言いました。緊急タスクなんで昇降機の左側、あと栄光さんだな、メルトダウン杉さんのさっきのゴミタスクはちょっとメタ推理だけど、レイさん黒だと思ってます。でもザムさんが違うって言うんだったら、ね、じゃあこれ平さんと栄光さんです。でも、ね、どこだっけかな、右側の端っこで登るところがありまして、右側の、はい、あのミーティングルームのところ、ミーティングルームかな。そこレイさんとココレモンさんが2人で行ったのを見たんですよ。いました。そこでレイさんが噛んでないってことは、はい、その後に合流したヒラさんなのかなみたいな。あ、そうですね。そういう感じです。おお、はい、おやってましたよね。昇降機の緊急タスク。捨てた？やってました、やってました。捨てた？マジかエコさん捨てたね。レイさんでレイさんです。切った。レイさんはヒラ君にいるとおかしくなる。わかんねえ、わかんねえ。ザムさんが白って言うん、ザムさんがもう自分のこと白って言うんだったら、杉さんは白よ。レイさんか僕。ゴミのタスクやってたから、ね。間違ってたらザムさんですよ。黒。ああ、いいですよ全然。はい。はい。いいですか？全然ヒラ君感じたんで。僕白いですよ。私は白です。でもな、そうだよな、ヒラさん、そうだよ、ずっと一緒にいたもんな。バブリーナさん、あ、そっか。ただわかんないですけど、もうヒラさんしかいねえんだ。とヒラ君の可能性もないことはないですよ。だから、あ、白のがこれさ、例えば
はい、ザムさんがスーパー大嘘かましてるってことあります？いや、ありますよ。いや、まあまあ、ありえるっちゃありますけど、まあ、だとしても信じてほしいって言うしかないですね、もう、うん、いやでもだってさ、レイさんとココレモンさんタスクやってるって言うんだったら、じゃあもうここ、ね、コウセどっちなんだよ、可能性の話をするんだったら、まあ、俺釣ってもいいですけど、ヒラ君だけじゃあ絶対釣ってほしいっす。じゃあ、英語さん、じゃあ、あれしますか。ザムさん行く勝負。いや、もういいっす、俺別にこうローラーすられてもいいっすけど、ヒラ君だけは、ま、あのマジで持ってってほしいっす。うん、わかんねえ。ヒラさん持ってて。わかんねえよ。食ってんだから。先にヒラくん釣ってほしい。絶対。うーわ。そう。何やってん。で。うーわ。あれ。うーわ。やっちゃった。わかんねえ。これ二人人狼ってこと？うーわ。興奮しすぎますよ。うーわ。じゃあちょっと待って。うーわー、やっちゃった。何マジか。なんで。勝負しすぎ。わかんない。ちょっと待って。まさかの。ちょっと待って。レイさん、え、レイさんとフル、レイさんとココレモンさん二人で一緒にいましたよね。いました。それでキルしなかったのは、あのそこを一緒にいるのを栄光さんに見られてたからキルしませんでした。おすごい。なるなるなんとザムさん、あ、そうか、ザムさん、そうか、ザムさんはザムさん見てたんですよ。そう、あのヒラ君がキルするとこ見たんで、うんうん、いや、もうここでレイさんともう思いっきりライン切れば、うん、まあ、はい、その後レイさんがキル、2キル頑張って、うん、まあ広いマスクで、まあ、ヒラ君と俺が譲られるのかなと思ったら、まだレイさん切って、まだかのにして、レイさん残し、なんとか白くして4人でなんとか勝たせようってしてたら終わったから、めっちゃびっくりしました。ね、いや、まさか、まさかの。いや、もうちょっと早く言えばよかったな、自分も。なんか悔しい。まさかだった。何も悪くないイグザムさんが釣られるって。そうかわいそう。いや、誰なんだろう最後。3人誰がやれたんだろう。打ち上げやすいな。誰ですか。はい。だからあの栄光さんとレイさんでしょ多分。俺入れ。いや、はい、俺入れました。え、あ、杉さん。じゃあもう、クルーが、クルーが、わかるもん。いや、だって、じゃあうまくクルー騙しましたね、ほんと。いや、騙した、騙した。いや、ヒラさんなんて俺何回もすれ違ってますもん。そうなんですよ。泳がされてましたね、じゃあ。いや、完全に。終盤のライン切りは本当に混乱するんで、ちょっとここはまあ、難しかったところなんで。じゃあ、何だったのか、レイさんと。ところはあります。なるほどね。悔しい。あと一ついいですか。はい、はいはいはい。私レイちゃんにパクって食べられたんですけど、はい、なんでフルコンさん嘘ついたんですか、私食べたって。あれはパクだと思って。めっちゃかぶってると思って。まあまあ議論をめちゃくちゃにしようとして。そうですね。議論させないっていうぐらい。見られたの面白かったな。足が速かったって。足が速い。全部見られてる。全部。あの俺これ DVD じゃないから別にインポスター。足が速い。ずっとレイちゃんかばうからフルコンさん。くれるなと思って。優しいです。いい女に弱いんだから。悔しい。いや、もうまさか僕がかばったと思ったらレイさんがあの狼だったとは。かばってくれるなと思って。縦になっちゃいましたよ。悔しい。もう一丁行こう。行きましょ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 う。誰か一人。そうですね。戻ってこられてない方。あ、俺だ。よっしゃ。行きました。じゃあ開始いたします。お願いいたします。お願いします。悔しかったな今の。今の悔しさをバネに。市民のみんな頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。まだ分からんて。ミュート。クルーメイトです。お、何今の？何今の？誰かやられた？誰かやられた？さ、貨物室行こうか。また一人。一人率高くね？開けとく？ね、勢いすげえんだって。はや。これありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。白かけボタン。こんにちは。こんにちは。よかった。元気です。元気です。元気です。怖いです。みんな結構バラバラで怖いです。すごく。バラバラでしたね。僕は昇降機で、布団さん、棺さんとすれ違ったかな。ああ、いました。ぐらいで、なんか英語。
アーカイブついたぐらいで、これが緊急。なるほど。なりました。はいはいはい。はい、わかりました。なるほど。はい。わかりました。エイコさんしか、エイコさん、エイコさんにさ、名前呼ばれるとおっかねえわ、マジで。なんか、決め打ちしてくんだもん、だって。フルコさんに入ってる。入ってる。やっとします。誰が入れたんだ。ピンピーン。よし。一人にならないのがいいな。なんなのこれ、ドン。あ、ここに行くとドンってなるの？また一人。仕組まれてんじゃないの逆に。うわ、今度テニスボール4つも入ってるよ。先に上行く？いや、孤独ですね。孤独な戦い。35秒数えた後に押す？早めに。1、2、3、6、2。どうせミーティングの近くにいるしね。押しとくか。よし。みんな長い。オッケーです。いいね、そろそろ怖いな。そろそろ怖いなと思って。死んでるだろうなと思ったけど。はい、押しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、これも白確定ですね。8割5分ぐらいの感じで。あ、ここも白いよ。3歳で僕1票入れました。やめなさい。やめなさい。逆に。やめなさい。白レモンよ。ヤフルコン、ここでもこれで白かく。本当だよ。あ、今、票入ってる人白いっすよ。白いね。票入ってる人白い。これ白いわ。俺も何も知らんで白くなった。いや、この35秒ルールいいよ。ちょっとずついけるべ。メインホール。シャワー室。いいんじゃないですか。そこに、ん？そこにタスクある？あ、出た。いけるでしょ。あ、これ。あ、なるほどね。わかったわ。俺の勘だけど、真ん中にやれないのね。勘でタスクやる男。はい、白角でーす。ありがとうございます。怖いな。今20秒ぐらい経った？そろそろ、誰か、おっしゃっていいんじゃない？ここマップ広いから、長くやりすぎると、もうそれは、死体だらけになっちゃうからね。ここっていけないの？あ、いけないんだ。ここいけないね。A さんがし、ん？ここタスクある？ん？あんのか？ん？また、ん？ああ。さっきやられたからちょっと疑いな。ちょっと長くね？やばいよ。あ、はい。俺が食いたかった真央さん。おしゃべりだ。やられてる。うわぁ。やられてる、マオさんの、下半身をメインホールの左ぐらいですかね。メインホールで。メインホールで左。メインホールの左。発見いたしました。下半身を。はい。下半身。マオさん、僕あのコックピットで合ってますね。コックピットで。コックピットで合って、マオさんが多分エンジンルームメインホールの方行きました。で、僕は武器庫の方行きました。なるほど。多分その道中、その後か。はいはい、なるほど。で、その直前に私、うん、エレクトリカルでナミちゃんと、はい、フルコンさんと、うん、豆腐さんですかね。フットンさん。あ、フットンさん、ごめんなさい。豆腐さん。豆腐さん。別の人です。この4人は無理やと思いますね。すごいちょっと僕もなんかすごい浮き位置になっちゃうんですけど、まあ、コックピットの方に寄ってないという証言で、平です。あの、アーカイブ、昇降機、で棺さんを見た後アーカイブ、まあ、ラウンジ、倉庫で最後バイタルのところで、うんうん、真央くんが死んでるって確認したらボタンを押してもらいました。ボタンじゃない、下が発見されました。なんで僕そこであの棺さんと昇降機だった以外ですれ違ってないんで、
はい、結構これ絞れるんじゃないかな、その絞れそうですね、はい、確かに、うん、メインホールからダクト、はいはいはい、で昇降機に移動した可能性もありますよね。そうですね、あー、まあ確かにそうですね、うん、それはありますね、イベントありますもんね、うん、うん、僕がラウンジ行った時に棺さん扉の向こうのアーカイブには見ましたね、一瞬、多分棺さんいましたね、うん、ラウンジ、ああラウンジ、うんうんうん、あとはみんなは他の方は、あとはまあ自分はエンジンルーム脇で、はい、上行って宿舎前通路から金庫行って、確か平くんとすれ違ったね一回、あそっか、そうそうそう、でそっから上のミート、スタート位置は、うん、そう宿舎前だった、ごめんなさい、はいはいはい、うん、で昇降機通ってっていう感じです、そうで金庫室ですれ違ってミーティングで上でタスクやってた感じですね、でボタン結構使ってたんでボタン押そうかなと思ったんですけど、うん、下がったんですよ今回、なるほど、まあ、ちょっとボタン消費怖いんでね、はい、僕はですねいつも展望デッキで毎回緊急ボタンを押されて、はい、タスクできない感じなんですよ困っちゃう感じなんですよ、ちょうどいい時に、はいはいはい、布団ちゃんです。あの布団ちゃんは多分右でスポーンして、はい、多分フルコンさんとナミタスさんと一緒にいました、いました、あたりでスルーしてたんですよね、だからあの3人はやってない、やれない、この4人はそう、今回布団ちゃんさん絶対やってないですけど、タスクやってますか、やってます、動きやってます、怪しいと、いや違うのよ、怖いのよ、怖いのよ、やっぱりフルコンさんとか一人いると怖くてさ、見渡します、はい、黙らしちゃうと黙らしミュートができない、誰だろうね、もう全然わかんねえよ、アーカイブレイさんは多分白っぽいんだよね、俺と結構な時間一緒にいたから、早っ、てかあ、いけないねいけないねここだ、今布団ちゃんさんとレイさんがいて、レイさんは生きてる、大丈夫、ね、いい勢いすげえ、おトイレ開けたら棺さんがいるってなんか面白くないレイさんが勢いよく開けた中に、トイレの中に棺さんが用足してるみたいな衝撃映像でどこ行った、怖えなもうちょっと早すぎます、読み取りません、よし、わ、ここめっちゃタスクあるよ、どこ、やばいやばいやばい、4、あ違う、これ番号順にやんだなきっと、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、やばいやばいやばい、絶対どんどん殺されてる、ん、え、やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、これはやばいやばい、やばい、やばくない、ちょっと、怪しいと思ってたのにな、うっそ、おしゃもんが2人死んじまった、何、おしゃべりモンスター、さっき一緒に、略しておしゃもん、まずいね、おしゃもんがこれまずい、私エンジンルームで一緒にフルコンと生まれた気がするんですけど、はいはい、でそれでフルコンさんは左側に行かれてたので、左側、エンジンルームからそこから見てないですね、で私そのまま上行ってミーティングルームのタスクを全部やってたら、ちょうど緊急が鳴り出しました、はい、あ、それカメラでしっかり確認しました、で、死体確認したのがセキュリティカメラでアーカイブのところに死体があったんですよ、茶色いアーカイブ、はい、アーカイブやってましたね、アーカイブ、で、布団さんの死体を発見したんで昇降機その見つけた瞬間鳴ったんで、でそこでアーカイブで通報したって感じです、遠で行って、うん、ちなみにその平君が言ってるのは多分合ってます、ちょっと前まで自分もセキュリティで布団ちゃんがアーカイブにいたの見たんで間違いないと思います、うん、なるほど、ザムさんいた、ちょっと前ね、多分平君は見てない、ちょっと前、あ、僕ナミタスさんしか見かけてない、そうですね、平さんが監視カメラ見てるのはナミタス見ました、うん、ちょっと前、あれ監視カメラ始まってからかな、自分キッチン分けだったんだ確か、あ、そう、そうそうそう、で序盤、うん、でレイさんとナミタスさんが一緒になんかいたのは見た、あ、どこかちょっと分かんなかった、離れました、お、アーカイブで多分その布団さんがおった時にレイさんと私が多分別れて、その時かな、だから、うん、平君それは見てないよね、
その一緒に涙さんと、涙さんとレイさんが一緒に見てないんで、あの結構直近のそのあの殺したあは見てない自分は、うん、殺した後多分その後証拠機鳴らしたっていうパターンだと思いますね。あそう、ただ自分はただアーカイブで見たっていうだけなんで、そんなに直近ではないです。うん、まあ、そのしかもギリギリでレイさんがセキュリティからキッチンの方を多分行ってた気がしたんで、んセキュリティからキッチンなんかすれ違う中ですから、電気室で、ああ電気室から私セキュリティに行ってセキュリティのあの電波探すやつやってました。最後で、ね、見てます。そうそうそう最後です。最後やってました。あ僕ココレモンなんですけど、はい、アーカイブでふとんちゃんさんとレイさんと僕3人でいたんですね。うん、で、うんうんうん、そっからラウンジの方に抜けていった時にレイさんと一緒に移動、あのラウンジの方に僕いて、でそれでふとんちゃんさんがやられたのかなってちょっと今僕の中で思ってて、ヒラさんの言ってることが正しいんであればかなりその線が濃いなと、ヒラ、うんうん、さんは正しいと思います。ですよね、うん、僕目線で言うとちょっとレイさんがちょっと怪しいなっていう感じですね、うんうん、白です、白です。あ白なんかそっち側で話出てくると、じゃあナミタスさんとレイさんとあれじゃないココレモン先輩が怪しいみたいな。僕はでもセキュリティの方早めに。あてか自分次ボタン押しますよ。あ、はい、お願いします。はい、お願いします。僕ちょっとバブリーナさんのはいことでええー、と思ったのが、はい、何？後で話します。いや気になる。気になる。お黙り。違うのかな。だって。布団ちゃんさんがアーカイブでやられてたんでしょ。レイさん、いやわかんねえわ。ミスリードだったら申し訳ねえ。でもヒラさんが言ってることが正しい、結構合ってるもんな。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、した。ありがとうございます。すげえレイさん押すの早かった。ナイスです。俺押すあれだったんですけど、まあ大丈夫。僕ね、怪しまれてたんで。はいはい。あ、いいですか。何僕最初キッチンで、あ、さっきのやつキッチンで、はい、あのスタートしたんですよ。はいはいはい。そこにザムさんも確かにいたんですよ。はい、あ、そうですよ。で僕そこですぐ武器庫通って、はい、武器庫通ってエンジンルームの、はい、あのあ通武器庫通って通話室とエンジンルームとコックピットの廊下の方行ったんですけど、はいはい、さっきバブリーナさん、エンジンルームからフルコンさん左行ったって言ったじゃないですか。左行ったと思います。はい、俺すごい合わなかったんですよ、フルコンさん見かけなかったというか。あ、でもあの生まれてすぐなんですよね。なので英子さんがキッチンで生まれた瞬間に、まあ、あの行ってるから時系列的には多分英子さんが後についてると思います。あ、うん、あなるほどなるほど、うんうん、あなるほど、はいはい。あ、いやそこの辺ちょっとあれちょっと噛み合ってないなと思って、うんうん、ちょっと気になった。いやいやいや、もうね確かにうさんくさいですよ私は。まあでも死体があったそのなんか布団ちゃんのなんかその3人の話を聞きたいですね、はい、なんかアーカイブ結構多かったじゃないですか。でも、うん、いやでもアーカイブに死体って誰か見たんでしたっけ。それは見てないんで、ヤクンが死体発見してみ、あなんかあのカメラで見てみたいな。セキュリティで先に死体確認して、そうですよね、確認した時にあの昇降機のやつあのリアクターが鳴ったんで、うんうん、まあ普通に昇降機直しに行くついでにあの通報しました。はいはいはい。うん、棺さんの動きってどんな感じなんですか。今はあさっきのアーカイブの一試合前のあれっすよね。なんか緊急が鳴った時っすよね。はい。そうっすね。あの時俺上の方じゃないですか緊急が。はいはいはい。でなんかメインホールでこれどっから入れば上行けるのかなって迷子になってたタイミングで。発見みたいな感じだったと思うんですよね。あ、うん、誰もいなかった、うんうんうん、エンジンルームだったかな、メインホールだったかな、なんかその辺に多分いました。なんか本当にレイさん、コレモンさん、ナミタさんいた3人の誰かじゃないかなみたいな、でも私最初フルコンさんとフトンさんともいたからちょっと、うん、その後もずっとセキュリティ割と近くにいて電気室の最後やってる時に、うん、発見室あの順番で 1,2,3,4 やってる時に、うん、アーカイブに平さんが行ってくれてみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、ナミタさんちょっと白目に見てます。なんか結構長い間、うん、あのカメラ一緒に見たりとかしたりはしてるんで、もう2人残っちゃうよな。いやでも危ないな、分かんないですけど、うん、
こっち側で、うん、ザムさんもアーカイブ取ったなら普通に容疑者に入ると思うんですよね。あれ問題は取ってないです、取ってないです。取ってない。あのセキュリティだから、あの最初に見たセキュリティの時にしか見てない。そっち側では開いてないです。キッチン分けだったんで。わからん。わかんないな。こっち行ってね。わかんないよ。違うのかな。まあ俺はね死体を見てないから。でもヒラさんがキッチン、ヒラさんが、あいよ、じゃあザムさん、俺疑われてるからザムさんと一緒にいよう。あ、ちょっと待って、タスクやって、おい、杉さんもねトイレにいたの。でもそれが結構鳴る前じゃなかったから、本当にまあエンジンルームメインホールにいたのかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、一つ、ありがとうございます。ありがとうございます。私、はいはい、真央さんの死体を発見した時に、はい、はい、メインホールで、うん、棺さんとすれ違った気がしてるんですけど。なるほど。あれ、ごめんなさい、口のことを掘り返して、はいはいはい、いや大事ですよ、大事ですね。ふと思ったんですけど、あれは棺さんどういうことをなさってたんですか、あの直前って。覚えてらっしゃいます？最初どこ行ってたんだろうな。でも多分エンジンルームとかメインホール、あ、でもその前に多分トイレ行ってました。俺トイレ、トイレのタスクをやって、何時ですかね。あ、杉さんいた。私トイレの扉バンと開けてきましたよね。いましたね。見事ですよね。バン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 と開けた時、杉さんがトイレしてた気がする。トイレしてで、トイレいました。トイレにいて、僕もそれ見てからどう行ったんだろうな。でも先ほどメインホールに行ったっておっしゃってましたよね。緊急タスクの時は。ってことはアーカイブを通ってはないんですか。アーカイブ通ってシャワー室行ってメインホールっていう流れとかじゃないですか。死体発見の直前に会ってるんですよ私。あじゃあじゃあって言ってます。エレクトリカルから上に上がった時に棺さんに会ってるので、真央さん君はもしかしたら棺さんかなって思い出しました。ごめんなさい、あらどうなんだろう。か、でも一人釣りたいとこですね。そうですね、3人残ってるから変わらないかなと思って、うん、反論というか何かあったら。私はココレモンさんかな。俺ですか。え、今誰ですか。私、レイさん。レイさん、はいはい。なんか、はいはい、ずっと一緒にいた。一緒にいましたね。ですけど、はい、なんか一緒にいたのに怪しい。なるほど。そうです。なんか、はい、私が多分キラーだったらとかインポスターだったら、うん、多分やれるポイントってたくさんあったんですけど、うんはいはい、でも怪しまれてるのが私とココレモンさんじゃないですか。私は白なのでココレモンさんだと思います。ああ、じゃあレイさんは白ですね。いや、はい、レイさんはレイさんが白です。ココレモンさんだけ黒くなる。あ、でも僕は本当に違うんで、村なんで。あれでもココレモンさんなんかどっかで白って言われてませんでした。そうなんですよ。それ前の試合だったかな。そう、前の勘違いかな。あの2回目。ナミタさんと私とココレモンさんが休まれてましたよね。はい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 。あ、そうか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 。そうそうそう。そう、前はそう。そうですかね。で、ナミタさんが白っぽいみたいな。とりあえず、まあなんかちょっとあやふやになっちゃってるんで、すいません、ひつぎさん釣ってみませんか。僕も怪しい。いいと思いますよ。ごめんなさい。俺か。目撃情報がない。これだって結構釣らないと。そうですね。もう釣できないと。そうですね。じゃないと思いますけどね。あれ、あれちょっと待って。誰ここレモンさん。俺を殺したい人がいるな。これでちょっとココレモンさん白くなったんじゃない。はい。確かに。よし、ここは生き延びるぞ、俺は。キッチン。よし。いいよ。ザムと一緒によ。あ、よし。お二人でいいよ。ザムさんがね、すげえ怪しんでるから。タスクでもあっちなんだよな。でも、議論を固めたいから。あ、こう見れんだっけ？コクピット3人。ちょっとタスク一回後回しいの。あ、怖え怖え
怖えよ。ハンバーガー作ってる。なんでこんなすぐ消えるの。ちょ、あ、下か、下のやつか、直そう。あ、いる。展望デッキ、なにこれ、アップロード中。うわっ、そういうことか。なるほどな。気ぃつけや、気ぃつけや、押した方がいいぞ、そろそろ。やべ、展望デッキが見つかんねえ。うわあ、うわ、やっぱな、なるほどな、やばいな、これ。ほら、え、ってことは一人さんと一緒にいましたよね。よし、いいぞ。これも、いや、いないよ。え、一緒に行きましたよね。あの、二人で、あの、コックピット出てきましたよね。二人で、最初俺コックピット入ったじゃん。はい、であとから先に入ったかどうかは、いや後ろに広くいたの、先に出て、あ、で、あの僕が最後にアドミン見てました、ね、あ、そう出た、キッチンとか、うん、そのあたりウェポンとかに、でも言われてみればな、人がいたんで乗っかってた感じやったもんな、うん、アーカイブの見つかったところ、セキュリティの方に流れてたけど、上の方には行ってないんですよ、ここにもさん下の方に行ってるんですよ、これいいぞ、アドミン的には、平さんは行っちゃえ、上の方っていうか、で、あの僕ミーティングルームまで行ったら、うん、ここにもさんいなかったんですよ、うん、すれ違ったりいろいろ見たりしてもすれ違わなかったんで、うん、ザムさん、え、下の方行きました、下の方行ったけど、まあ、アドミンで、で普通に複数あったんで、うん、多分すれ違ってると思うんですよ、ですれ違ってないってことはじゃあザムさんじゃないかなって僕は思っちゃいます、うんうん、俺逆にヒラ君が嘘ついてんじゃないと思うけどね、なるほど、まあそうなるよね、確かにここでアドミン偽造すれば、うん、そうだって両方上にいなかったし俺は下にいなかったって言ってるんなら俺はヒラ君がすげえ嘘ついてるようにしか聞こえないんだけど、うんうん、そこ2人がそれ、これ例えば、え、エコさんは白です、この慣れてる2人の多分キラー同士のやり合いっていうのもあるそうね、なかなかないんだよね、でもね、まあまあもちろんね、可能性としてはキラー同士、別の話なんですけど、ひつぎさんは多分これキルペース的に確定なんで、バブリナさん確白です、白だと、はいはいはい、私も、じゃあレイさんなの、俺レイさんだったら俺人間失っちゃうよ、白なんですけど、今レイちゃんにすごいチェイスされたんですけど、あれはエコさんか、やべ、わかんなくなってきた、1個いいですか、1個いいですか、あ、はい、いいよいいよ、あ、でもレイさんの、いいんだいいんだ、はいはい、レイさん一人だ、はいはい、多分レイさんの動きは全く見わかんないんですけど、これココレモンさんに1票入ってたじゃないですか、俺、うん、あの時点でココレモンさん確定っていうか、はい、もうほぼほぼ濃厚な白だと思ったんですよ、うん、はい、ちなみに私入れてないですよ、ココレモンさんに、いやだからそのレイさんとココレモンさんであのバトってたじゃないですか、どっちかどっちかみたいな、 そ、ね、そこに対しての髪が怪しいなっていうふうにやっぱちょっと思ってますね、うん、あ、うわ、それで私を黒にしようとするエコさんも怪しい、いや、なるほど、私バブリーナさん白だって思って、うん、てるし、またさてほら、そうさてほら、すぐ確定しろ、最後レイさんアリバイを作らないといけないからバブリナさんと一緒にいたんですよ、レイさん、もうルート的におかしかった今、もう怖い、一緒にいたんですよ、レイさん、あのね、このゲーム、このゲーム人狼とかもこのアモンガースもそうなんですけど、だいたい確定しろの人に寄り添ったら黒よ、いや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 、私も白なんで、怪しまれてたんで、すいません、一つ痩せてください、ひつぎさんの釣り手やしなんで、僕も隠しろだと思ってほしいです、僕ザムさんに入れます、僕はでもザムさんに入れます、どうよどうよ調子どう、私もザムさん、絶対ザムさんとエイコーさんだ、これどうよ、よし、ザムさんは釣れた、もうザムさんだけなんじゃないの、これ見てる側楽しいよね、ほら、あ、ちょ、いや、まだ、まだおったわ。これ、じゃあ、栄光さんかレイさんってこと？俺、レイさんだったらもう、人間失っちゃうよ、俺。俺にめっちゃナイフ向けてきたじゃん。怖いんですけど、さっきやられたし、かばって やられたら、もう、狼だったし。栄光さんが、もし、狼だとしても、俺はいい。うん。栄光さん、ぽ、だって、よくわかんないもん。うん。あの、インポスターだろうが、クルーメイトだろうが、もうよくわからない。これ、タスク勝ちいける？見ておきたいよね。レイさんなのか。やべ。人間失ってる。
これ何？すごい静か。すごい静かなんですけど。すごい静か。あの展望デッキいいね。あそこ絶対見つかんねえもんな。こことか絶対見つかんないよ。ここにいるときにもうやれると思ったらやった方がいいんだな。バレてもいいからって思う。うわーこれ長っ。アップルート長くね。あーうわー絞られてきた。わかりました。見ました。どうぞ。見ましたって、あ、死体を見つけました。でも誰がやったかはちょっとプロペラうるせえんだけど、誰とも擦れ違ってないです。レイさん、ちょっとプロペラうるせえんだけど、あ、はい、うるせえんだけど、自作自演ですね。違う、絶対そんなこと言うなら栄光さんだよ。絶対栄光さん。うるせえんだけど。じゃあ俺はマジで絶対殺せる。なんだこれ、殺せないもん。なぜならば絶対殺せる。プロペラが、絶対殺せる。え、どこで見つけたって。え、あのね、どこですか。ミーティングした下のあたりです。ミーティングルーム、ミーティングした、ミーティングルームの下あたりですか。なんかあの霊さんなんだこれ。飛ぶとこあるじゃないですか。飛ぶとこっていうか、ありますね、ありますね。あ、あの床が動いて、はいはいはい、右から左にずっとプロペラ鳴ってますけども、ね、でした。はい、もう絶対栄光さんです。バブリーナさん信じて。いや、ちょっと待って、根拠がなさすぎるというか。私チロだもんだって。僕あの電気室か診察右下です。右下プロペラ止めて、はい、じゃあ私の白っぽいこと言っていいですか。プロペラ止めて待って。私ミーティングルームであの絶対栄光さんだと思ったから押しに行こうとしたんですけども、使っちゃってたから押せなくて、その辺うろうろしてたんですよ。何これ。僕はあの押し方がわからないんで押してないだけなんですけど。外で配信してるみたいになってるね。いやいや、押し方わかりますよ絶対。いや、え、ま、いやマジでわかんないんだけど。わかります。いやいや、ちょっと待って、それはわかんないのは本当なんだけど。これレイさんだったらめっちゃ強いな。これはもうレイさんもう合ってないから、今回このエコちゃん合ってないですよ。合ってないけど、で実際レイさんの、はい、うん、ちょっと今回合ってないのよ基本的。私が白だったら、あ、黒だったらバブリーナさんやれてますって、あのタイミングで。だからやろうとしてたんでしょ。やってないです、やってない。バブリーナさん俺を信じてください。まあどうなんだこれ、どっちだ。エコさんだって私さっきね、エコさんと一緒にエンジンルームで生まれいでて、エコさんは確かに右に行かれたんですよ。はいはいはい。で私はコックピットのアドミンを見ようと思って、だって白の俺を、はい、インポスターしようとしたんだぞ、はい、ミーティングルームに2人いたんですね。はい、ミーティングルーム、はい、私そう、あなたってこと。展望で会議だとプロペラレイさんもう無理だって。オンしたまま。違う、レイさん。いや確かにオープンレックね、チャンネル、うん、あの立ち上げおめでとうございます。でもねやっぱりね、嘘はやっぱり良くないよ。それ覚えといてくださいね、栄光さん、それ言ったこと。やべ、全然わかんない。全然覚えとくよ。覚えといて、嘘は良くない。俺だけ飛んでるね。プロペラ。今も怖かったし。大きい声で言いましたからね。バブリーナさん思い出してください。俺、うん、一番最初、はい、まあ確かにバブリーナさんをちょっと一瞬疑ったんですよ。キッチンで生まれて、はい、うんうん、フルコーンさんのどうたらこうたらってやつ。うんうん、でもやっぱり俺はそこで一瞬してやっぱバブリーナさん俺すぐ信じましたから。プロペラでさ。私も信じてます。バブリーナさんは、はい、もう絶対。いや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 、もう終わりなんだよ。どっち？どっち？インポスター名。どっち？違う。インポスター名。いやこれで俺。こっちこそインポスター名。怖い。これで俺レイさんだったら確かに怖いってなるよ。怖い。怖いってなるよ本当に。イエーイ。うわあ。バブリーナ。マジか。うわいや、マジでしょ。やりました、やりました。やりました。これ幽霊の人たちどう思って聞いたんだろう。これもうね、怖っ。てくれバブリーさん、やめてってみんな言ったと思う。もう怖って思ってあのさんに騙されないで。うわぁ、できなかった。キルで噛んだ後ちゃんとダクトで移動して、ダクトしましたよ。しましたね。栄光さんか。やだな、レイちゃんごめんなさい。ちょうどね、うわごめんなさい。この噛んだ後にあのレイさんがあのエスカレーターみたいなやつ、そうですそうです、乗ってる音が聞こえたんでダッシュに逃げましたよ。あーなるほど、うわーないって言ってたのに。うわすごい。いやー言ってたのに、わかんなかった。いやよかった、すごいね、よかった。そうちょっとわからなかったっすね。わかんない、わからなかったです。人間不信になっちゃった。バクトン使い方うまかったっす。うまかったです、ね、あれ正解ですか。迷っちゃいますよ。よし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 、色
証明のね仕方がなかったんですよね。なんか言い訳がなかった今回。そうっすよね。その前にレイちゃんが追っかけてくるからもう。いやあれはなんか私怪しまれてたから白証明しなきゃと思って。はいはいはい。なるほどね。まずよかった。もう人間不信になっちゃう。人間不信になっちゃう。本当本当なっちゃう。ですよ。誰が誰だか。レックのチャンネルおめでとうございますってねなんか。ね。でも嘘はよく言えないですよ。そういうこと信じないもん。ゴーさんのことは信じない。そういうゲームですから。そういうゲームですから。怖い。なんとかレイさんに喋らせたくない。おお。なんとか。でも栄光さんの応援したの棺さんと俺だけですからね。頑張ってって言って。頑張って。そりゃそうよな。うわ、負けた。これです。皆さんごめんなさい。いや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 、今回ありがたいですね。うまかったっす。あの、うまかった。いや、うまかった。そもそも、そのココ君とレイさんで、あの、ちょっとグレー同士になってたところを、その前の議論でついたりしてたんで、その、そうですよね。あの、ついて言ってた以外にも、いろいろ若干ね。そう、あったんですよ。怪しまれてて。人間不信になっちゃった。そこで栄光さんうまくついたんで。あれ、だから、最後、一人、木が一人残って、やっぱどうしてもやっぱ平さんを噛みたかったんですよね。平さんを見つけられたってことがなんかもう運が良かったというか。いやーそこで噛んだらまあ勝てますね確かに。いやー、うん、僕隠しろだったんでもういい判断でした。いやー気持ちいい。いやもうちょっとだったのに。惜しかったですね。本当あとちょっと。もうずっと分かってたんですよ。絶対エコさんだと思って。はいはいはい。でも何も言えない本当に。いやレイちゃん解説おめでとうございます。なんだ。改めたら。いいスタートよ。いいスタートよ解説取って揉まれて揉まれてどん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 シャープにシャープさんとね平子さんに揉まれたわでは皆さん時間的にもしかしてそろそろ最後かもしれませんけどもはいわかりました行きましょうか、はい、もし早く終わったらもう一戦できるかなぐらいな感じで了解ですわかりました開始をさせていただきますお願いしますお願いしますサクサクキルするぞおお鍋ちゃんよし頑張るぞペロリプロペラ音がプロペラ音がひどかったクルーメイトだメインホールよし怖えもうわかんねえんだよもう俺もう今回人間不信になっちゃってる俺マジでありがとうございます。ありがとうございます。ナイス、ね、ナイスです。はい。はい、以上です。はい、どうも。ありがとうございます。早い。ああ、平和ですね。平和ですね。平和ですね。素晴らしい。平和って素晴らしいですね。この平和がいつまでも続くように頑張りましょう。あ、そうですね。頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。ありがとうございます。どっかで聞いたことある。あ、エゴさん、エゴさん。喋り足りなかったですか？いや、まださっきの余韻に浸ってました。あ、余韻に。確かに。確かに。浸っちゃいますよね。はい、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。エンジンルーム。よし。もうレイさん、もう、ひつぎさんとレイさんと3人で行くか。あ、オルトスク。怖いよでもさ結構生き残ってんだよね今回ねあのインポスターでもクルーメイトでも生き残ってるからさあいっぱいいるいっぱいいるじゃん調子どうレイさん止まってるな結構ねこれ暗記しないと記憶しないといけないから喋りながらだとね意外と分かんなくなっちゃったりして。あっ、マオザー、あれ。いた。ここのタスクやってたな、多分。OK。マオさんがいる。そっち行く？い
やっぱり最初いた方がいいんだよな。いやー、そろそろ押す押そうか。あー、やっぱな、やっぱそうだよな。35秒経つとやられるわ。あっ、おお、うわー、どこですか。誰が押したんですか。フルコンさんですね。押してます。フルコンさんミュートになってますね。フルコンさん。フルコンさん。はい。バイタル前で平野死体を見つけまして。バイタル。右下電気室。診察室。検察庁だ。うん。検察室のあの、うん、死んでるかどうか見るやつの前に平野死体を見つけまして。オザムとメインホールから降りてきてエレクトリカの右の方にバブ様。はい、バブさんもいた。エコさんもいた。ナッサがいて。でそこを横目にバイタルの前行ったらキラが死んでたので、まず2人の話聞きたいなと。なるほど。私その直前からザムさんと、あれ、ね、一番最初電気室に降りたのはバブさんで、その後俺が降りてフルコンさんが後ろにいたって感じ。そうです、そうです。で、あの数字のやつやろうとしててさまよってましたよ。だから電気室に一番最初にいたのは栄光さんだけだと思います、多分。診察室、うん、そうそうそう、数字のタスクかな。いやいや、エイコさんいます、いたじゃないですか、電気室の上の方。いや、電気室、あの、うんうん、僕、キッチンで生まれて、うん、で、セキュリティ通って電気室行って、はい、診察、あの、マップ見たら、あの電気室の上の方に、ま、あのタスクがあったんで、うんうん、診察室の方に入ったは入ったけど、すぐ電気室に戻って、タスクやってました。おお、うん、なるほど。でもなんかタイミング的に診察室取ったんだろう、もう。え、でも、でも俺一個いいですか。はい。俺、診察室でバブリーナさんすれ違いましたよね。電気室のとこ、今、そうですね、さま、あの、私、あの、その数字のやつのタスクやって、ちょっと上下にさまよったりとかしてたので。そこで、あの、間違って出ちゃいました。うん、ちなみに診察室のどこなんですか。あのバイタルの前だから、エレクトリカルからバイタルにちょっとでも入ったんであれば絶対光るから。ああ、なるほど。そうですよね。そこに2人がいたんであれば、うん、ものすごい隙間を縫って右に逃げたった人がいるか、もうどっち、あのもう戦ってるんですよね、2人。うん、まあ、合間を縫って今やったのか。わかんないですけど。どうでしょう、ね。まあ、わかんないですけど、フルコンさんがやった可能性も全然あるってことですね、セルフ。あのバブ様、栄光さんから見て、僕、右行ってすぐ通報したと思うんですけど、はい、あのキルしてすぐ通報ってできます？あのできるようになれば、あの、学者得られいいですよね。10秒だけもらっていいですか。はいはい。あのフトンちゃんさんがあの展望デッキの停電起きてないときに、はい、停電タスクの前に立ってたんですよ。あれ？何でしょ？嘘でしょ？あのタスクは確かにその時はしてないけど、あ、特に来るかなみたいな。マップ見て自分の確認した。あ、本当ですよ。準備してた。何言ってた？嬉しい。チームのみんな頑張りましょう。頑張りましょう。アーカイブ、魔王さんとまた一人、魔王さんと誰と一緒にいたっけ、さっき今レイさんと一緒にいたから、怖えな。お、あ、でもこっちザムさん行ったから直してそうだけど、また開けたら誰かいない。直してる。で、あ、ここもあるね。わからん。今のところで、とりあえず浮いてるっていうか、容疑者なのが、バブリーナさんと、うわっ！え、見た！え！エコーさんか！エコーさんは？報告しない？見てないの？まじまじと見たな。まじまじと俺の死体見たな、エコさん。ねえ。ねえ。まじまじと見てったな、おい。あ、じゃあもう、布団さんとエコさんだわ。あ、これフルコンさんだったらやべえな。
押しに行くか。押しに行くより見つけてくれ。頼む。棺さん、あれ？あ、こっちから来てないのか。うわ、うわ、俺の場所発見されない。あれ、棺さんやられてる。あ、あのタイミングで。え？ん？どこで？どこで？やばい。誰が押したんすか？マフルコンミーティングを押しちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに私もミーティングにいました。まず布団さんとエコさん。そう、釣らないとまずい場面です、とりあえず。僕は布団さんとほぼほぼずっと一緒にいました。いないでしょよ。マジで。だって、あ、あ、いないよ。マジで。でもいないんですよ。あのだって、僕だって。なんでそれ。これ僕は布団さん、僕アーカイブでずっとあの本の差し入れ。まあ見たれたもんな。報告してなかった。間違いです。あの顔と僕を見てます。この二人が確定。あのアーカイブでフトンちゃんが仕事してるのは見てます。そうそうそう、それでやったんですけど、エイコさんいなかったと思うけどな、いなかったですよね、その時。あの、ずっとは一緒にいないけど、最後に一緒にいたじゃないですか。最後どこで会いましたっけ。いや、今です、今です、今です。二人確定よ。今え最後の。ああ、昇降機のとこ行きましたね。ああ、会いました、会いました、確かに。昇降機が、あの、左側に行ってたから、あ、行けないと思って、戻ろうとした時に会いましたね、確かに。あのウィーンウィーンってなって、はい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 、あのはしご降りて、僕やったんですけど、はしご降りて、あれどこなんだろうな、人やったんじゃなくてはしごやったんすか。はしご降りて、はい、やったあのアーカイブをやってしたら、なんかね、ちょこ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 って、あの、はいはいはい、僕あのエスカレーターみたいなの来たんだけど、あと一人やれた。なるほど。まあでもそこで会いましたね、あの昇降機のとこで会ったのは確実。そうですよね、そうですよね、はいはい、あ、そうそう、はいはい、昇降機のところでもこれ今回、今回あのなんだろう、死体を見つけて発見、あの入所したわけじゃないんで、ボタンだと思うんで、多分そこであったのは別に何も、ただあったねってだけの話かもしれないです。あのただここでも先輩は俺生まれた瞬間見たんですけど、あのラウンジアーカイブの方行って、あの自分もう一回ラウンジの方戻ったんですけど、その時に残ったのはココレモンさん、布団ちゃん、英子さん、おやじいぞの3人でいたところは見た。でも結構序盤それ、合ってんのよ、それで合ってる。フルコンさんはどこから。フルコンは序盤キッチン脇で、エコさん今言ったぞ、コクレモンさんいたっけ。で、ガッツリ見てたの。行きませんでした。俺の一緒じゃないですか。俺の下半身ガッツリ見てた。カブさんとヒズキさんです。いや、私武器庫。コクレモンさんいたっけ。そのまんまのエンジン。ヒズキさんやられちゃいましたね。あれが緊急になったので、チーム宮城たらもうナミちゃんが狼は栄光さんだ。移動してくるのを見たところで、はいはいはい、はい、でその後金庫室行きました、うん、あとから来たんですね。ちなみに貨物からセキュリティ階段の電気室で棺さんと一回すれ違いましたよ、うん、貨物右側、うん、あ、そういえば栄光さん初日も容疑入ってるから結構釣っちゃってもいいかも。いや俺ちょっと待って、魔王さんは白いね。俺フルコンさんだと思います。あれあれ入った、あ入ってる。うわ、あーこれね、ちょっとみんな騙されてんな。ボタンを押しましょう。しらじらしいオッケー、ナイス、一人釣ったチーム宮城全滅、ありがとうございましたいやー、あ、出た。いやー、ここで、あ、ボタン鳴る？ボタン鳴る？あ、ジャック。ジャックなのよね、接続が。ここでまた緊急会議になったら、またこの、プル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 ずっと聞こえるんでしょ？おっせ。おっせ。オッケー。あれ、押さないね、誰も。ハンドガン4丁、もうこれで撃っちまえ、これで撃っちゃいいんだよ。あ、こんなところに絵があるんだね、知らなかった。わあ、どう、ちょっとキル起きてそうじゃない。しかも結構みんなバラ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 よね。 OK、いける？反対側行って。いいよ。
ああやられてる。さあここで魔王さんが見つけていく。おお、いや、やばいやばい。そう、あら、死体をミーティングルーム上がったところの、はい、布団さんが一緒にいたからわかんじゃねえか。そうですね、監視カメラで今見て押しに行こうとしてます。はしごで上行ったとこっすよね今。あ、そうそうそう、魔王さんが先に行かれて、うん、え、何、電波よくしてください。え、電波よくできんの。あら、うん、今日でやらない、今日でやればいいの。で、うん、殺されたんやろな、うん、多分今あれですよね、魔王さんと一緒に緊急タスクやって、うん、でその後魔王さんはしごで行ってミーティングルームのとこ行った時に僕ね死体見えなかったんですよその時。はいはいはい、うん、ちょっと右入ったとこですね。ちょっとそう、魔王さんギリギリでも魔王さんしか上行ってないんで発見したのは絶対魔王さんだと思うんですけど、うん、ただちょっと死体を僕見てないんですよ。ただそこだけちょっと気になるところ。あ、マンは左側のところに左から来たよね。割と私監視官もかな。僕も一緒にいました。マオさんとベタ付けでいたんですけど、あ、うん、スマホ動かせんの。はしごで登った後にその、まあ、昇降機で、うん、あの緊急助けしてたんですよ、うん、2人で。あ、そうですね、はい、で、うん、その後にミーティングルームにはしごで上行って僕もタスクをやろうかなと思ったんですけど、うん、マオさんの方がちょっと早めに行ったんですよ。ほうほうほう。で、消臭が今入ってるんで、僕、死体は見てないんですよね。はしごちょっと登って、真ん中あたりで、緊急消臭だったんで、死体が見えなかったですね。そうですね。あ、うん、でも監視カメラで見てもらったかな。私見てまして、ちょっと前でしたね。あ、であれば、そんなすぐではなかったとか。で、エレクトリカルにいたところに、ナミちゃんがちょっと通ってたんで、それ正しいと思います。うん、そう、なるほど、なるほど。じゃあ、あとは、エイコーさんが、しか釣ってないので、ここで割ってないので、はいはい、エイコーさんは確定で、はい、そうすると、うんうん、釣りに行った僕は結構白目に見てもらいたいのと、フルコンさんもかな、うん、うん。で、今回、停電も、証拠も直したの、うん、バブリーナさん。詳しく見てほしくて、そこから、はい、ですね。あの、まあ、真面目にあれ見て、すごスマホを、さっきのキル1個前の引き継ぎさんキル、やっぱ、はい、僕バブ様と引き継ぎさんと分かれてるんで普通にちょっと怪しんでるのと、はい、あの1キル目も栄光さんがワイタルの前でキルしたのかもしれないですけど、はい、それをバブ様も見てどうしようってなってたところを僕が見つけたんかなっていうのも考えると、栄光さんバブさんのインポスターだったんかなっていうのもちょっとあって、やばいね、つんないとこ、こ、うん、ちょっとおっしゃるのはすごくわかります。トンさんとバブリーナさんかな、うん、はい、なんですけど、本当私キッチンから本当さっきは上に行って棺さんは下に行かれたはずなんですよね。セキュリティ側に行ったと思うので、うん、で私キッチンから武器庫側に抜けてるんですよ、うん、なのでそこからお見かけしてないので、武器庫エンジンルーム宿舎前通路、トンさん伝わりんじゃね、釣りましょうか、どこか、うん、そうですね、押しましょう。あ、票は入れた方がいいですね。おお、バブリーナさん。うん、あ、二郎だったらここで負けます。確かに。うん、終わりかな。間違ってたら負けます。いやー、どうしよう、怖い。じゃあ電波探すやつってスマホあれみたい、昔のやつみたいじゃん。その電波プルプルプルフ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 ル振って電波探すやつね。あとは布団さん、あ、魔王さんやばいんじゃね、やられんじゃね、お着替え完了、危ねえんじゃね、これ危ねえんじゃね、危ねえんじゃね、これこなこなこな、アーカイブ1個やるか。あ、でもタスク的にまだこれ俺を終わらせたとしても多分まだ終わんねえな。93759タスク完了、これで OK ね。あー、もう35秒経ってやばいんじゃないのこれ、やられる、どうなる、どうなる、タスク完了 OK、 俺は OK よ。やばい、誰も来ない。あー、食われた、食われた、布団さんに食われた、やべやべ、あ、やべ、誰も来ない。わかるかな、
玉木さんわかる？ナイス発見です、はい、ギリギリだよ。ちょっとこれはちょっとね、ナミタさん、ねこれ、まあ、ちょっとあなたちょっとひどいよ、それ。いや、フトンちゃんさん、フトンちゃんさん、今戻ってきましたよね、一回。あなた俺の前走って、やったね。いやいや、下に走ったね。今ピカピカなってたじゃないですか。ほんで私左側直しに行こうと思ったんですよ。はい、ね、あ、バブさん、あぶくねー、マジあぶねー、声が入ってる、天の声が。で、不動さんが、私左の方直しに行こうと思ったら、不動さん上から降りてきたんですよ、直ってないのに。で、うん、左慌てて直しに行ったら、もうそこに真央さんの下半身があった。これどこで発見しましたっけ？一回整理させてください、すいません。証拠、タスク、上行ったとこっすよね。寄宿舎前通路。あれどこだ？どこで発見しましたっけ、これ。昇降機のところですね。宿舎通路あたりの、はい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 、宿舎通路のとこだ。そうです、左側直しに行ってくれてたところを多分食べられてて、一応これで布団ちゃんですけど、僕コックピットで僕タスクやってたんですよ、うん、でそこで通信室行って、うん、エンジンル通信室あたりでエンジンルームにナミタスさんいるの見て、でちょっとこう様子見て一緒についてこうって思ったら、ちょっと誰が殺されたかわかんないんですけど、殺した後に通報されました。僕がこう後ろから来るのを見た後に。ちなみに私はフルコンさんがセキュリティでカメラ見てるのは見てるんですね。どっちを信じるかだよ。あれ、はい、見てましたよね。それでなって、で、あ、フルコンさん行かれへんやったら、はい、急いで行かなと思って、キッチン、武器庫、通信室、エンジンルーム行ってから宿舎前だったら、結構そんなキルして戻る余裕とかないんですよ。だから信じてほしいなと思うんですけど、キルして戻るじゃなくて、キルしてその後報告してましたよね。いや上からほんまにフトンちゃんさんが降りてきて、はい、上に私急いで、もう結構ギリギリだったじゃないですか、時間が、緊急二人とも、うん、緊急なってすぐに向かってたって感じですか？あ、そうです、だから左、セキュリティから回ってたんで、一番左のとこにいました。コックピットにいた時になって、すぐに、はいはい、昇降機に向かった。そうですね。で、ナミタスさんも、私はそのセキュリティでちょうどフルコンさんが見てる時ぐらいになり始めたんで、うんうんうん、ぐるーって回って左から、左はよ直さな直さなって思って行ったら、その宿舎前からフトンちゃんさんが降りてきて、あれなんで直してないのにと思って、うんうんうん、上に戻ったらそこに真央さんの死体があった感じです。フトンちゃんさん、はい、なってたのに逆走してたってことですか？そう、涙さんが。え、そうです。え、だってあれですよね、右上の方ですよね、緊急タスクって。いや、右と左にあります。あ、まあ右上も左上もあります。そうです。で、真央さんが多分理解してる。10秒だよ。いや、これはちょっと、あ、でもナナミタスさんもな。いや、いや、今までのね、本当にこれあれですよ、本当にやってないですからね、マジでナミタスさん。フルコンさん、あれ、いや、これはさっきからギリギリの試合が多いね。いい試合。ああ、みんなの負けちゃった。ナイス。あ、ナイスです。よかったよかった、ナイスです。祝上。いやー、惜しかった。悔しいな。最後フトンちゃんさんがなってんのにエンジンルームから左のドア開けて左行ってるのを見てた。見てくれた。嘘つくかなって思って聞いてはったんです。言ってからにしました。泳がされてたのか。いや、私のせいでバレたと思ってた、ごめんなさい。全然全然。惜しかったですけどね。すげー、惜しかった。惜しかったですね。ギリギリでした。途中で、あれなんだよな、俺と加納さんでバチバチやっちゃったから、あやくれてな。あー、くそ。うん、いや、でも、インポスター同士でやるのはいいと思う。うん、あ、本当、いい作戦だと思います。そうですよね。かく乱。いや、でも、面白かったですね。面白かったですね。面白かったですね。人数多いと、やっぱまた違いますね、全然、こう、3人インポスターと。そうですね。テンポも違います。本当。まだちょっと、しかも3人だと、自分が最悪釣られても、残り2人だからっていう、安心というか、そうですね。まだ伸び伸びできるというか、確かに。そうですね。確かに。いや、楽しかったですね。楽しかったですね。これもうちょい人数多いとどうなんですか？まだできますか？人数。
あ、15人までできるんですけど、15人の3だと正直めちゃくちゃクルー強くて、4ぐらい、完全に僕の感覚だけなんですけど、13の3ぐらいがいいんかなっていう気はしました。確かになんとなくインポスターのがなんかちょっと有利なんじゃないかなみたいな気もしました。まあ、っていうのも、11、12だと最初に3キルしたら、あの、もう最終場面なんですよね。それがちょっと、あ、なるほど。同時に2セットでやったら確かに。そうなんですよ。3やって3やったら12人でも終わりじゃないですか。あ、そっか。なるほど。だからそれより1人だけ多い13ぐらいがまあいいんかなって僕が勝手に思ってはいますっていう。なるほど、なるほど。うん。ぐらいですね。でも、なんか、もともとクルーが強いゲームなんで、今日も、はい、あの、インポスター、強いかなと思ってたんですけど、逆に面白かったっす、ね。いや面白かったっす、ね、うん、ね、うん、ちょうど良かったんじゃないですかね。はい、ね、タスクもいい感じで、うん、はい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 、いい勝負でしたね。クルーもいや本当に良かった、良かったですよ。バランスよく勝てたって感じですね。良かったですね。はい、はいはい、ということで皆さん本日、ザムさん、ココレモンさん、フルコンさん、バブリーナさん、マオさん、フトンちゃんさん、ヒラさん、ひつぎさん、玉木さん、レイさん、本日はありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひともまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。